はい。皆さん、こんにちは。レクセン2講師の赤木です、えー。入門講座の民法の第1回始めていきたいと思います。えっ、ー、と、春生の方ですね、えー。どうぞ1年間よろしくお願いしたいと思います。えー、それからまあ、先取りクラスの方もね、引き続き、えー、よろしくお願いしたいなというふうに思っております。まあ、あの、民法の1回目ということでね、えー、まあ今日のところはですね、えー、まず最初の方に、えー、講義の進め方とか、あるいはもうご勉強の仕方ですね、まあ全体構造編でもお話するような内容について、ちょっと2、30分ほどね、えー、前半でお話しようかなというふうに思っております。で、まあ その後テキストに入っていって、まあ一応1回目の内容としましては約50ページほどね、進んでいこうかなというふうに思っております。まああの早速ですけれどもね、ええー、まあ気合入ってるね、ええー、ところかなと思うんですけれども、まああのあまりね、ええー、最初から気合入れすぎると、まあ最後までこうね、へばってしまう可能性がありますんで、まあまああのね、ええー、最初はちょっと肩入ってるかもしれませんけども、まあ1回目やる内容はそんなにこう重たくはないのでね、えー、そういう意味でも、あのちょっとまあ気楽にね、えー、聞いていただけたらいいかなというふうに思っております。まあ早速ですけれども、あの入門講座 え、ね、一応、扱っていくじゃないわ。入門講座で使っていくテキストですよね。え、それはまずはね、ちょっと確認いただきたいと思いますが、え、セブンサミットテキストですね。え、民法1。まあ、第9版とね、書いてあるものが皆さんお手元にあるかと思いますが、え、これを中心にね、使っていくことになります。それと、えと、入門クラスについては、え、レジュメですよね。私の作成したレジュメがありますので、え、こちらの方もね、毎回ご用意いただくという感じにしてください。まあ、あの、結構随時ね、参照していきますので、 あの、できましたらね、データではなくてプリントアウトしたものをね、手元に置いてやっていくという感じにしていただいた方がいいかなというふうに思います。それから、毎回持ってき、えー、持参っていうかね、用意いただきたいのは6歩です。で、えー、と私の方は、あの、一応仕事でも使ってる関係で、あの、判例付きの6歩使ってますけれども、 あの、皆さんまだね、えー、勉強始めたての方については、判例なしの方がいいです。ね、えー、民法何条引いてください、いうときにね、えー、例えばこうね、え、94条と95条の間に、いっぱい判例が残ってたりとかね、すると、引くのに時間かかりますんで、えー、そこ引くのに時間かかるというのはもったいないんでね、えー、そういう意味でも、ま、判例なしの方がね、非常に引きやすいと思いますんで、えー、最初はちょっと判例なしでやってみてください。で、判例付きのロップは、ま、いずれですね、2年目の勉強を始めるようなタイミングになったら、あの、もっと言ってもらった方がね、え、勉強にはなるかなと思いますんで、 まあ、あの、一年目は判例なしでやるという感じでね、してもらったらいいかなというふうに思います。まあ、なかなか時にね、つわものがいましてね、えー、二冊買う人もいますよね。えー、とりあえずま、授業の中では、え、判例なしの本を使って、で、復習の時用に判例付き六歩も用意してとかね、まあ、そういうま、結構気合いの入った方もね、いらっしゃいます。まあ、それももちろん結構ですけれども、あの、一応講義の中、えー、特にま、入門講座の中では、あの、引く時間ですね、えー、結構時間かかったらもったいないんで、そういう意味では判例なしの六歩でね、授業には臨むという感じにしてもらえたらと思います。 はい。え、あとですね、え、私のクラス、まあ、5色のペン使っていきますんでね、え、できたら5色のマーカーをご用意ください。え、5色についてはまた後ほどね、え、お話していきますけれども、え、5色のペンと、え、それから、あと、版書も多いのでね、え、しかも、まあ、版書については、あの、結構随時していくんですけれども、テキストに挟み込むとかね、え、テキストに貼り付けられるような、その付箋の方がね、いいかなと思います。ちょっと大きめの付箋ありますよね。え、ちょっと大きめの付箋をご用意いただいて、まあ、そこに、え、書いていくか、あるいは、まあ、ルーズリーフにしてね、え、のり付けして ていくというのもまあ一つかなと思いますんで、まあ、ちょっとね板書用のまあ一応書くものですよね。えー、これもちょっとご用意いただいたらなというふうに思っております。はい、えー、早速ですけども、まあミポのね、えー、中身に入ろうかなというところでありますが、まあ、先ほど言った通り、えー、まずはね、えー、前半は講義の進め方とかあるいはこう勉強の仕方ですよね。えー、こういった話をしていこうと思いますんで、早速ですがちょっとレジュメの方をね、えー、ご用意ください。まあ、レジュメの1ページですね。えー、こちらの方をちょっとスクリーンにね映しますんで。 こちらの方ね、えー。まあ一応お手元もプリントアウトしている方は、えー、そちらの方をちょっとご覧いただくという感じにしたいと思いますが、まあこのテキスト1ページ目ですね。は、え、じ、ー、めにというところで、まあ早速ですがちょっと私のクラスね、えー、テキストに色塗りをするというね、まあ色塗りって言ったとこう語弊がありますけれども、まあ5色のマーカー使っていただくというところで、まあそのマーカーの説明ですよね。えー、これが1ページ目に載ってあります。で、えー、一番ちょっとね、えー、使っていくのは1つ目、解説チェックというところで、まこれはちょっと覚えなきゃしゃーないよというところですよね。えー、これは解説チェックと。 ということで、え、色としましては皆さん好きで、好きにね、決めてたらいいですが、私自身は黄色使ってますんで、まあよかったら黄色ね、使ってもらえたらいいかなというふうに思います。まあ解説チェックというふうに言ったところはね、この黄色ご用意いただくようなね、感じにしといてください。まあマーカーもね、えー、一回一回こうペンね、キャップ外してとかめんどくさいね。えー、そういう人はあの、ノック式のね、えー、そういったマーカーもあったりしますんで、まあそれを使っていただくっていうのも全然 OK かなというふうに思います。で、えっ、ー、と、ここのまあ解説チェックのところもまあ覚えなきゃしないというところではあるんですけども、えー、それ で、以外にも、まあ一応マーカー用意いただきます、えー。法律の学習においてはですね、えー 答えが一つじゃないというかね、考え方がいくつかに分かれるというところが結構出てきます。まあ、いわゆる論点というね、言っていくんですけれども、まあ、そういった部分については、こっから先の復習するときには、頭を使うというね、そういう復習してもらいたいということで、ちょっと色分けします。覚えなきゃいけないところにも含まれてくるんですけれども、こっからの考え方分かれるよ。復習のときにはちょっと頭を使うモードですね。それでやってくださいというね、その、まあ一応注意喚起になるのが問題チェックというふうに思ってください。問題チェックについては、緑色、私はね、使っております。 んで、よかったらこれをね、えー、使っていただけたらと思います。で、ちなみに問題チェックする場所は練習問題になりそうなところですね。えー、そこにも一応チェックを入れるという感じになりますんで、まあ問題チェックの色を見たらね、あ、ここは頭を使うモードだというね、えー、そういうふうにちょっとこう切り替えてもらうという感じにしてください。で、そこの問題チェックの後ですけれども、考え方分かれるところも論文ではちゃんと1個の見解をとりあえずね、1本進めるということが必要になります。その際、 問題点についての結論部分ですね、えー。結論になるところを結論チェック上から4つ目ね、えー。そういうふうに読んでいきます。まあ、おすすめはピンク色をね、おすすめしておりますが、まあ、結論チェックと言ったらピンク用意する、ね。で、その結論を導く理由付け。これについては理由チェックということで、えー、オレンジ色ですね、えー。これを使っていただけたらなというふうに思っております。で、大体5色マーカーのうちこの4色は絶対あるんでね。えー、この4色がないマーカーというのは基本的にないかなと思いますんで。 ね、その4色で、ね、できたら、まあ少なくともご用意いただくか、あるいはまあ線でね、えー、区別するというのも結構ですね。直線とか波線とか二重線とか点線とかね。それでもまあいいですが、まああのチェックやった方がね、後から見た時も綺麗ですしね。そういう意味でもまあチェックをね、使っていただいたらいいかなというふうに思います。で、えー、5色目はあんまり使いません。えー、5色目については多節ということで、まああの学説分かれるところですね、えー、他の見解でも参考になるものですよね。これはちょっと多節チェックということで、5色目の色ね、まあ好きのようにしてください。 5色セットのね、5色目を使ってもらったら結構だろうと思いますが、ま、私は水色をね、使っておりますが、まあ、あの、紫でも茶色でも、茶色とかちょっと濃い色はやめた方がいいかもしれませんけどね、ちょっとま、薄めの色でね、やっていただいたらいいかなというふうに思います。で、まあ、一応この5色ですね、チェック入れるとき、まあ、ここはあの、人によって違うかと思いますがね、ベターっとこう、文字全体をチェック入れるというね、え、それもま、一つではあるんでしょうけども、まあ、後からですね、あの、なんかこう、書き足したりとかね、あるいはこうね、たまにチェック、あ、間違えたとかね、いうところもまあ、あったりするんで そういうときの、まあ、あの、修正聞きやすいように、チェック入れるときは、アンダーラインのようなね、え、感じでチェックをするね。解説チェックにせよ、問題チェックにせよ。まあ、アンダーラインにするっちいうのもね、一つの方法だよということで、まあ、そこもよかったらね、え、参考にいただけたらいいかなと思います。で、この復習のときのね、え、頭の使い方が分かれるから、このマーカーを一応使い分けるんだと。 こう思ってください。で、基本的にはマーカーしてないところはあんまり覚える対象にもならないかなと。私のクラスはどっちかというとマーカーする箇所を中心にね、えー、あさえていただいたら結構ね、えー、点に繋がっていくというふうに思ってますんで、まあそういう意味でもマーカーしたところをね、えー、中心に復習するぞというね、えー、そう思ってください。で、その際ですが復習、えー、大事なところなんですけれどもね、えー、解説チェックについてはこれは、 納得して覚えるというね。えー、できるだけ皆さんが納得できるようにね、私は噛み砕いて噛み砕いてお話しますんで、納得して覚えるという一度心がけをしてください。まあ人間ね、脳に容量がありますんで、えー、全部が全部ね、一気に一発で覚えれるという人はまあまずまずいませんのでね。まあ納得して覚える。でまあ、とりあえず納得したら復習としては一段階完了と。こういうふうに思ってもらったら結構です。で、繰り返し繰り返し納得する中で、そのうちを覚えていくよと。 というふうに思っていただいたらいいかと思います。はい。えー、それ以外のチェックについては、現時点ではとりあえずは納得ですね。えー、なんでそうなるのか、なんでこの理由からこの結論出てくるのかっていうのを納得するというね。まあ、ほぼほぼね、理由と結論のところがまあ中心になると思いますが、そこは考えて納得するというね、えー、そういう復習をできたらしていってください。まあ、余力があれば、後でまた言いますけれども、えー、問題チェックを見て、 理由付け、結論付け、ね、えー、これをちゃんとこう思い出せるという風になったらまあ理想ではありますが、まあそこまでいきなりね、え、できるというのもちょっと、えー、かなりちょっとこう先走りすぎな気もしますんで、えー、そういう意味ではまずは納得するという復習をね、しっかりとやっておいてください。で、えー、学説についていろんな見解あります。大学なんかではそこもまあ一生懸命ね、えー、一応学生、えー、学生先生が行ったりしますけれどもね、学習のクラスは基本的に司法試験向けの講義ですんでね、えー、司法試験に向けについた基本判例が、 大事です。で、えー、まずは判例をしっかり。で、判例以外の見解は、多説で必要に応じて見ていただいたら結構です。ね、えー、学説、覚えるものじゃない。ね、あまり深入りすると大怪我しますんでね。えー、これはもう学者向けの、ね、講義ではないので、ね、えー、これはあくまでも、えー、実務化になるための試験、司法試験ですね。えー、それに役立つものを提供するのがこの予備校のね、講義ですんで、えー、そういう意味では、 ここは、ね、えー、学説については、まあ、一読するのは結構ですが、深入りはしないでください。テキストでは、アドバンスっていうね、えー、そういう箇所が結構あります。まあ、ちょっと早速なんでテキストをね、えー、参考までにアドバンス部分をね、見ていただこうかなと思うんですが、えー、お手元ね、セブンサミットテキスト、お持ちかなというふうに思いますけれども、えー、その中で44ページあたりね、まあ、今日進んでいきますけれども、 まあ、テキスト44ページですね、えー。ここの中に考え方の筋道。まあ、これがいわゆるね、えー理、理由とか結論をね、入れていったりするような、えー、メイン箇所になってくるんですが、その下にアドバンスと言い,いまして、学説がいろいろと紹介されています。で、この学説のところですけれども、基本、自説になる判例ですね、えー。これを皆さんは、まずは納得するという感じしてください。で、他説については最初の段階では、読み飛ばし。 え、もう読まない。でもまあ一応、それは一応復習としては OK です。ね。え、余力があるんだったらまあちょっと読んでみて、ふーん、こういう見解か、という程度に留めてください。覚える対象にはしないんでね。え、まずは、まあ、辞説であるね、え、この定、格好の B、判例説ですかね。これをしっかりと見るという感じにしてもらいたいので、え、そういう意味でも、まあ復習するときにね、え、他説にいきなり入り込みすぎないようにね、え、まずは判例を一本しっかり学習するんだというね、そういう感じにしていってください。はい。え、あと、クラスの、まあ、講義の中ではランク付け、 言っていきますえー、論文で使うのは B 以上です。WA, A, A B, C, D とね、えー、一応ランク付けしていきますけれども、B 以上を優先的に復習ね、えー、するようにしておいてください。まあ論文卓一で、えー、結構ね、重要になってくるところが、まあ、B 以上と、こう思ってください。で、C は、 ほぼほぼ、卓一専用ということで、論文対策をまずやるんだっていう方は C は飛ばすとかね、そういう復習も全然 OK かなと思いますんでね、その辺時間の、まあ兼ね合いですね、時間の使い方の参考にしてもらえたらと思います。まあ、デランクとか言ったりね、あるいはランク外いうところはもう見ないっていうのもね、一つの勉強方法かなと思いますんで、そこはちょっとね、ランクを中心に、あの、復習のね、メリハリをつけるという感じにしてもらえたらいいかなと思います。あと、卓一専用のところについては、まあ、 卓越対策とか言ったりすること、マーク対策とか言うこともありますが、基本的に C ランクになったらね、卓越専用だと思ってください。で、その中に、 考え方が分かれる、さっきのアドバンスみたいなところには、時々 t マーク、シンキングの t ですね。英語のシン n の t を、えー、頭文字取ってね、えー、t と言ってきますが、t マーク言ったところはもうここは暗記対象からは外す。考える対象というね、えー、そういう、まあ、指示だと思ってください。えー、そこはね、えー、覚えるべきのは判例、自説ですね、えー。そこが覚えるべきですが、それ以外については t マークというね、えー、これをまあ基本的には付していくよと、こう思ってください。はい。あとは復習する際。 きっちり納得してください。ね、えー、暗記しなきゃいけないところも、まあ、覚えれたかどうかは、これはね、ね、えー、禁止すぎない。ね、えー、完璧主義になると、勉強嫌になるんでね、覚えられてないってことがストレスになると良くないので、えー、そこは、 繰り返す中で、そのうち覚えるぞと、えー、入門講座の復習ね、えー、この後また言ってきますが、できたら来週までに2回は少なくとも復習するとかね、えー、そういう感じで繰り返すというね、えー、これを意識してください。まあ、私のクラスは、えー、幸いなことにと言いますか、えー、論文出力要請等でも私が担当しますんで、まあ、論文用の講座とね、えー、セットで、まあ、一応やっていくというのもできますんでね、えー、そういう意味では、まあ、復習は、 いやおうなく繰り返しね、やらされる羽目になるかなというふうに思いますんで、まあ、とりあえず繰り返す中でね、えー、暗記していくという、そういう感じにしてもらえたらとは思います。はい。でジュメ2ページ目に入っていきますけれども、えー、ここからはちょっと民法の注意点になります。えー、民法の勉強の仕方注意点ね、まあ、条文だけでも1000条を超えますんでね、えー、ものすごい多いです。が、まあ、やるべき範囲は、 結構絞られます。えー、論文用に絞ると実は300条ぐらいにね、えー、絞られてきますんで、えー、注意して、ちゃんとポイント絞って勉強するね。えー、さっき言ったような WAAB ですね。それ以上を中心にやるんであって、CD はあまり深入りしない。で、さらに、覚えるべき対象、これはまたね、えー、やっていくとそのうちわかりますけれども、条文の、まあ、作られた理由を趣旨と言いますけどもね、条文の趣旨。あるいは、条文については、こういう必要条件揃ったときにはこうなるよ。 要件効果と言ってたりしますけれどもね、えー、条文の要件、必要条件揃ったときにはこうなる。ね、えー、A ならば B とかね、B ならば C とかね、えー、そういう感じで要件効果、これが条文にありますんで、えー、そこを中心に学習する。で、そこに関連する重要基本論点と判例を抑えると。そういう感じにね、してもらえたらと思いますんで、えー、ここは勉強するときの注意点ね、えー、ここを常々意識しながらやってもらえたらなというふうに思っております。で、えっ、ー、と、入門講座のね、えー、中で、 今日のまあ配布物の中入ってるとは思うんですけれども。 論文重要箇所復習チェックシートってね、これを、まあ一応入門生の方にはね、お配りしているという感じになります。で、ここは、ほぼほぼ論文対策の重要箇所のね、確認ができるような内容にしておりますんで、ちょっと早速、ちょっとね、誤植があって、ここね、1ページ目の4行目ですね、結論の理由を結論と理由という感じでちょっと直してもらう必要があるんですけども、まあここを使いながらですね、あの、復習してもらえたらいいかなと思います。え、論文で重要なところですよね。え、これを、ここの、え、一応復習用チェックシートという ところででねやってますん復の時にはねこれも使い。なながらららやってもえたいいいいいかとうに思ますは早速ですけども、一応私のクラスの進め方ですね。授業の進め方については以上ということになっていくと思ってください。はい。早速ですけども、私の民法の講座に入っていくぞということで、一応あらかじめね、いろんなパンフレットなんかでも予告しているところでありますが、私の入門講座は論文を書けるようになるというね、これ一つの目標にしております。で 民法の1回目から論文の解き方。これを意識したね、インプットを皆さんにはしていただきます。で、早速ですが、レジュメの3ページですね。民法の論文の解き方です、ね。えー、こちらをちょっとご覧いただくという感じにしてください。えー、早速今日もね、1回目の講義の中で解き方踏まえてインプットというね、それを皆さんにしていただくところが出てきますんで、この論文の解き方というところを次にね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。まあ、一応民法は本当にたくさんの条文があります。で、バラバラに押さえていたんでは、 キりがないしね。えー、とある予備校のように論点ばっかり覚えてね。えー、そんなことしてたんじゃ、まあ絶対民法は得意になりませんね。えー、入門講座を受けたけれども、問題が解けないよというね、えー。そういう人は非常に他校では多いね、えー、感じなんですけれども、そうじゃない。ね。論文で使えるようにインプットするというのを皆さんね、えー、心がけてください。じゃあ民法の論文の解き方で何なんだと。言うと、 ほぼほぼ、まあ、ここよかったら解説チェック入れていてもらったらいいかなと思うんですけれどもね。えー、ここの、え、丸の1、2 1行目の後半ですね。よかったらちょっと解説チェックを皆さんね、え、入れて、みて,てください。えー、事例問題です、ほとんど。事例問題が出て、で、ほとんどが契約関係です。で、契約でないものについては非常に少ないんですけども、え、そこを中心に見ていきますね。問題としては事例問題が出るよという意識をね、えー、持っておいてください。で、その事例問題で、 三行目、ちょっとアンダーライン引いてませんが、ここも解説してくれれとくといいですね、えー。登場人物の立場でどんな主張ができるのか検討する事例が多いと。ということで、ねえー、事例問題は、例えば原告、ど、まあ、原告とかね、A さんはどんな主張ができるでしょうか検討しなさいとかね、えー、B さんどんな反論ができるか検討しなさいとか、そういう主張反論ですね。これが出るんだと、こう思ってください。で、問いとしても、やはりこういう問いが多いです。 どんな、国も型返してくる時ですね、どんな請求主張することができるか、というまあ、請求主張型で正面から聞かれる問題も多いです。それ以外にちょっとまあ、たまにあるんですけれども、法律関係論ゼよというふうな問いもあったりしますが、この法律関係論ゼよというパターンのときは、 請求とか主張が複数あるということを示唆しておりますんでね。えー、そういう意味では、まあ、ほぼほぼどんな請求、どんな主張できるかというのを複数検討するというね、えー。これができるようになったら民法では OK だと。こう思ってください。で、えー、登場人物の立場で言いたいことを考える。で、えー、それができるかどうか、ねえー。これを考えていくのがまあ一応ね、えー、民法なんだと。こう思ってください。そうすると、もう解き方も決まってきます。で、えー、どういうふうに解くのかということなんですけれども、まあ、一応、 解き方としては法律問題ですので、法律条文ですよね。えー、これによって通っていきます。で、条文っていうのが、これはほぼほぼ、ここも解説してくれるといいですね。要件効果という形で成り立っています。 まあ、早速ですけれども、条文確認してもらった方が早いかなというふうに思うんで、えー、条文をちょっと見ていただこうかと思いますが、えー、ちょっと95条、若干ちょっと難しいところあるかもしれませんが、いや96条かな、96条書かな ?96 条1個ですかね。96条の1個が、まあ、比較的わかりやすいんで、それちょっと皆さんちょっと引いてみてください。96条の1個ですね。これちょっと引いてみるといいです。で、 96条の1項、えー。早速ちょっと見てみると、詐欺または脅迫による意思表示は取り消すことができると、こうなってますね。これ条文です。で、この条文ですけれども、96条の1項。詐欺または脅迫による意思表示というのが要件と思ってください。で、その後、取り消すことができる。これが効果と、こう思ってください。で、こういうふうに条文が要件と効果で成り立っているんですが、これ発想転換すると、実は、 効果のところが言いたいことなんですよ。取り消したい。取り消したいんであれば何がいるちていうと、詐欺または脅迫により正直であることがいるというふうな感じでね、えー、言いたいこととその要件という形で条文は読むというね、これができるようになると論文では非常に強くなってきます。で、えー、論文では基本的な解き方にそのまんま沿っていくというね、そんな感じになります。で、解き方はこれね、条文がこういう要件効果で、効果が請求言いたいことになっていると。こうなるので、 どういうふうになるのか。で、えー、検討しなきゃいけないのは、その効果を生む要件に当たる事実があるかどうか。ね、えー、取り消したい。取り消したいんだったら、詐欺による意思表示に当たる事実があるかと。ね、相手が詐欺をしたか。で詐欺をして、それによって意思表示をしたと言えるかどうかという風うな感じでね。えー、要件効果という形で条文成り立てて、効果を導く要件に該当不事実があるか。というね。えー、これを、 まあ一応探っていくというのがもう民法のロムの解き方であると、こう思ってください。はい。これを踏まえて整理すると、次のページになります。えー、まずはまあ人間関係図とか時計ですね。えー、これを整理していく必要があるんですが、この、まあ手順1についてはね、民法24回の中で一緒にやっていきますんで、まあそのうちまあ慣れていくかなというふうに思ってください。まずはまあ事実整理ね、これをしますけれども、その後、手順に、ここから解説チェックさらに入れておいてください。まずは原告の気持ちになって言いたいことを考える。 で、その言いたいことを基礎づける要件満たされるかどうかを検討する。ここです。で、原告の立場で言いたいこと。 何があるかというと、民法だと、まあ、この後やりますが、物件といって物に関する話と、債権ということで、人に対する権利、まあ、金であることが多いですけどもね、えー、物か金かみたいなね、そんな感じのこう、言い分が、えー、必ず言いたいことになるはずなんで、えー、そこをまずは考えてみてください。で、その言いたいこと、効果ですね。これを基礎づける要件が満たされるかどうかを検討する。これがまずは民法の出発点と思ってください。で、その上で、これで終わりじゃない事例問題は。 必ず反対当事者がいますんでね。ここも解説してくれといてください。反対当事者の気持ちに立って反論したいこと。過去書きは一旦飛ばします。民訴法を学習したらわかりますんで、ちょっとそこは飛ばしますが。で、これを考えて、その反論を基礎づける要件が満たされるかどうかを検討すると。これが2段階目と思ってください。まずは原告の言いたいこととその要件。次に、 反対当事者、被告側ですね、えー。被告側の言いたいこと、反論したいこととその要件というね。えー、そういうふうに順番に考えていくというね。えー、この視点があれば民法の問題は必ずと言っていいほど答えが出てくるというね。えー、そういう感じになると思ってください。はい。 場合によっては再反論、再再反論があれば検討というね、えー、そういうことになりますけれども、えー、そこをしっかりとね、えー、持って、えー、復習するというかね、問題解くという姿勢で勉強するぞというね、えー、こういう気持ちでね、えー、ずっと民法以下やっていただければ幸いです。はい。 えー、そういった点を踏まえると、民法で勉強しなきゃいけないのは何なのかというとね、えー、事案があるときには必ずまあ事列を作ったりとかね、あるいはそれぞれの制度、ねえー、どういう人が何を言いたいのか、ねえー、必ず条文というのは当事者が想定されてまして、言いたいこととその要件という形で書いてるんでね、どういう立場の人がどんな主張をしたいのか、ね、これを考えながら解いていくと、まあもう、えー、勉強していくとね、えー、民法は すーっと、こうね、習得しやすくなるかなと思います。で、言いたいこととその要件。基本的には条文がありますんでね、えー、言いたい要件を条文から導く。場合によっては条文がなく、ね、え、判例法理というもので考えていく必要も出てきますけれども、基本的には条文。で、条文なければ判例というね、えー、そういう感じで考えていくということがね、できるようになるといいかと思います。これがメインであって、問題チェックとかいう部分ですね、いわゆる解釈部分ですけれども、えー、ここは、まあ基本的には、 まあ、趣旨とか、まあ、原理原則は考えたらいいんですけれども、あくまでも、メインは条文とその要件ね、言いたいこととその要件考える。その中に解釈が一部含まれてくるというね、えー、これだけのことで、えー、解釈論ばっかり勉強するっていうことはね、えー、ちょっとやめといてくださいっていうね、えー、これがまあ私の言いたいことだと、こうもとってください。はい。えー、ということで、まあ、民法の問題の解き方ですね。えー、これまあまあ、あの、1回目ですんで、まだね、えー、24回やれば、もう知らず知らずのうちに皆さんこの発想になってると思いますんで、大丈夫です、ね。で、えー、1回目だから、ま、あ なんか難しく感じてるかもしれませんけれども、あの、できるようにね、皆さんなりますんでね。言いたいことはこれだな。じゃその要件は、えっ、ー、と、これとこれとかね。えー、そういう感じでます。 かなりね、早めに皆さんもね、その発想に近づけていけるかというふうに思いますんで、まあ、そこは無理せずね、とにかくまあ、講義についていくというね、これを心がけてもらえたらいいかなというふうに思います。はい。えー、次ですね、ちょっと復習の仕方もお話をしとこうかなと思いまして、えー、レジュメで行きますと5ページになります。まあ、ちょっとここもね、映していきますけれども、えー、復習の仕方、えー、これに関する、ね、お話が5ページに書いてあります。まあ、あの、私のクラスはもう、セブンサミットテキスト、 とレジュメです、ね、えー、これがもう日本柱でして、そこにたくさんいろんな情報を書き込んでいただいて、で、ほぼほぼ入門コードだけで、論文知識の9割5分以上がね、カバーされるという風な感じに持っていきますんでね、えー、皆さんも、まあ、ここのセブンサミットに情報一本化するというね、えー、こういうつもりで勉強してみてください。で、その際、復習の際ですけれども、ちょっと、まあ、ここは人によって、まあ、時間の兼ね合いがあったりすると思いますんでね、えー、できるだけ、まあ、ここまではやってほしいというのと、 可能ならばここまでやろうねというね。えー、この二つにちょっと分けています。まあ、あの別にこう解析チェックとか入れなくて結構ですけれども、最低限の到達目標と、より良い到達目標、これがあります。で、えー、基本的には問題解くというのはまあね、えー、最初は結構しんどいと思いますんで、まあ皆さんはね、えー、復習用チェックシートですか。えー、これでまあ一応ね、問題解いてるつもりという感じになってもらったらもちろんそれでいいんですけれども、あの復習する際の、できたら最低限ここまでやってほしいというのは、ここです。チェック入れた箇所を読む。 納得する、ねえー。読んでわかる、ねえー。そういう状態には最低限ちょっとなってもらうと。さらには、解説チェック部分。これについては、ほぼほぼ条文に関するお話が多いですけれども、条文の趣旨、要件、効果。6法を見ながら考えてみてください。ねえー、6法。これを見て、あ、この条文の趣旨はこう。条文の要件はこう。効果はこう。とかね。えー、そういうのがこう読めるという状態に、 ちょっと復習としてはね、やってもらえたらと。で、この条文については、あの、テキスト読む、え、テキスト読んで復習するのとはまた別にね、あの、隙間時間でやっていただいて全然 OK ですんで。ただし、条文面倒くさがってると民法は痛い目にあいますんでね。もうとにかく民法は条文だということで、まあ、条文をしっかりとこうね、復習するというね、そういう感じにしてみてください。で、色が変わるところ。ここですね。問題理由結論多説チェックのところ。ここは、まず問題チェック部分を見て、原告の請求、被告の反論。これを考えてください。 原告はまずこういう請求する。で、これに対して被告はこんな反論する。で、その請求反論のどこに、いわゆる解釈が入ってるのかと。そこをしっかりとね、えー、見定めるようにしておいてください。どこに問題、これがあられるかを確認した上で納得する。 で、可能であれば、理由と結論を納得する。そこまでやって、とりあえずね、最低限の復習という感じになるのかなというふうにね、思っていただいたらいいかと思います。はい。え、達については、まあ、必要な時と読んでいただいたら結構ですが、もうね、時間なければ省略というのもね、これあり得るかなと思います。はい。え、たまに問題チェックね、練習問題として、ね、え、問題チェックをするということがありますけれども、まあ、余力があればできたらね、え、原告の書被告の反論自分で考えてみるというね、え、これを、まあ、ぜひ、ね、やってもらえたらいいですが、まあ、これは最低限と書きましたが、これどっちかと,いうとプラスあるのかな。 とねえー、そんな感じもします。えー、1,2,3, これは一応最低限としてね、えー、復習をしてみるという感じにしてみていただいたら結構かなと思います。で、できたらさらによりよくどうするかというと、まあ、書けなきゃ論文では話になりませんので、でえー、実際に書いてみると。 チェック入れた箇所ね、えー。解説チェック入れたようなところ実際にちょっと手で書いてみるとで、えー。そこはまあ、ちょっと時間かかるんで、えー、まあ、前半にするのは難しいかなと思いますね。WAA だけとかね、えー。そういう感じでちょっとこうね、えー、書いてみるというのもちょっと意識的にやってみるというのはありなのかなと思います。で、条文見て、趣旨、要件、効果、判断ですね。えー、これもできたらね、空き時間に繰り返し繰り返しちょっとこうね、やってみると。で、問題チェックの箇所。これについては、納得した後で結構ですけれども、 理由から結論。これを推論してみたり、あるいは結論を見て理由を思い出すというふうな復習ですね。これもできたらね、やってみるとよりいいかなというふうに思います。まあ、ここも書いてみるとよりいいかなというね、えー、感じもしますけれどもね。えー、そ,れそ,れそれもね、えー、書いてみるというのはちょっと時間の兼ねがあるので、まあ、最優先ではないぞというふうには言っておきたいと思います。はい、その上で。 あとは、判例の事案とか問題チェックのところですね。えー、そこで主張と反論を考える、ね。どこに解釈があるかを自分で特定するというね。えー、そこまでやる、ねえー。講義の中で私が誘導しますけれども、えー、私の誘導補助輪ですね。これがなくっても自分でできるかというのをちょっとやってみる。ここまでいくとかなりね、えー、応用的な、まあ、一応勉強ができているかなという感じになるかと思います。はい。 え、あとはまあテキストで、えー、聞いたらこの、できたらセブンサミットに一本化しといてください。えー、たまに六本に書き込んだり、ね、で、判例集に書き込んだりっいうね、そういう人がいますけれども、書き込むのは自由ですよ。でも後で参照するときに、えー、っと、どれに書いたっけってね、そういう話になりかねませんので、そういう意味ではやっぱ書き込むのはセブンサミット一本にするっていうね、そういう感じしてみてください。 で、私自身は、このセブンサミットね、文、えー、本の形になってるね、えー、ものですけれども、まあ、これ結構まあ分解できたりしますんでね、えー、まあちょっと真ん中あたりのね、えー、 テキスト真ん中あたりで、ね、開いていただいて、でそこで思いっきりグッとこうね、押すと、まあ糊がビリビリビリって外れてきますんでね。えー、それでまあちょっとテキスト分解して26ケースバインダーで閉じると。ね、今やったらアマゾンなんかでね、えー、こう26ケースバインダー安くでね、手に入ったりしますんで。まあそういったものにしていくと、まああの、復習したいところだけこう持ち運んでね、えー、勉強したりというのもしやすくなると思います。さすがにね、 電車の中でこれ広げてとかね、さすが、ちょっとこうね、やっぱこうしにくいなっていうところあると思いますんで、まあそこは、ね、え、セブンサミット、まあ本の形でやりたいという方はそれで結構ですが、あの、持ち運び用にちょっと分解したいなっていう方はね、え、こんな感じで私もね、分解しているものを今持ってますけれどもね、え、こういうのをね、え、26ケースのバインダーにね、え、こうなってますけれども、え、これで持ち運びするというのもね、ありなのかなと思います。はい。まあそこは皆さんご自身でね、え、好きなようにちょっとやってもらえたらいいかなというふうに思っております。はい。え、あとすみません。えっ、ー、と、レジュメが私ね、 えー、クラスは非常に多いですが、レジュームできたら、セブンサミットに貼り付けるなり、あるいはセブンサミットと同じ26ケースで閉じるなりね、えー、そういう感じでちょっとこう、一本化するっちゅうね、えー、そういうものができたらいいなというふうに思っとってください。はい。ということで、まあちょっと前置き長くなりました。ね、えー、30分やっぱかかっちゃったなとね、いい感じがしますけれども、えー、とりあえずは、まあ一応私の講義の進め方、それからまあ民法の勉強の仕方の一応ね、ガイダンス的なお話はここまでということで、早速テキストに入っていくと。 という感じにしたいと思います。で、えー、テキストに入っていきますけれども、えー、ちょっと、えー、目次を開い,てちょっと開いていただこうかなというふうに思います、えー。セブンサミット民法の目次ですね、テキスト1ですけれども、えー、そこをね、ちょっと開いていってください。で、えー、テキストは、えー、一般的な、えー、基本書類これと、 同じような並びで作られておりまして、まあ最初に民法の総則と言われるところから始まり、その後物件に入って、その後再建に入ってというね、えー、そういう感じの一般的なこうね、えー、流れで入っておりますけれども、えー、ここの、まあ、バラバラに前から一緒に押さえていくってうのでね、えー、これは結構ね、苦労したりするので、できたら皆さん民法の体系に関してはですね、ちょっとまあここ伴奏させてもらいますけれども、 契約と契約以外。そういう大きな枠組みを持っておくといいと思います。今やってるのは契約法と言われるところなのか、契約法ではない部分なのか、そこをちょっとね、えー、使い分けると。まあ、勉強するときにここは契約法のお話なのか、そうじゃないのか、というね。それをちょっとこう意識しながらやってみるといいと思います。で、まあ、概ねですけれども、契約法と言われるお話、 はですね。契約前。これに起因するトラブルですね。これが一つありまして、これがほぼほぼ、早速に対応していきます。 民法の総則と言われるところ、ほぼほぼ契約前のトラブルですね。契約前に原因があるトラブル。まあ、騙されたとかね。あるいはこう勘違いしたとかね。まさにこれは契約前に、まあ、問題があるっていうね、えー。そういうことになりまして、そこは契約前のトラブルとして総則のところで扱う内容になるよと、こう思ってください。それと、契約後のトラブル。これも出てきます。で、これが、いわゆる、 債権法と。いうところになります。まあ、債権総論であることが多いかな。まあ、債権各論もね、もちろん含まれてきますんで、まあ、広く債権法というふうにね、言ってきますけども、まあ、債権法の多くですね。これが契約後のトラブルと。で、あとは。物を売りました。 けれども、売ったお金払ってくれませんと。どうやって回収しましょうとかね。えー、物を買いました。ね、買ったけど引き渡してくれない。じゃあどうやったら引き渡してもらえるだろうとかいう、そういう回収保全に関するお話。これも契約法の一部でして、これは、債権総論の一部。 に、そういった回収保全と、いうものが含まれてくるのと、あと、担保物件と言われるところですね。えー、そこも実は契約で、まあ一応ね、えー、売ったものを 回収したいとかね、えー、代金回収したいというときに、まあ、回収できないときにどうしましょうとかいうときに役立つものと。いうことでね、えー、回収保全というね、えー、これに関連するお話とにま、分けられてくるかなと。いうふうな感じだったりします。すみません。ちょっとここ一部忘れましたが、えー、物件法の一部もここになります。はい。ということで、ま、民法については、契約法とそれ以外、 で、契約法については、契約前のお話なのか、後のお話なのか、あるいは、契約したはいいけれども、その回収とか保全の問題ですね、えー、そこのお話なのか、ちょっとそのあたりをね、えー、意識してもらえるといいと思います。で、私のクラスではそこをちょっとね、意識しながらお話しますんで、えー、そこはまあ、そのうちも身につくかなというね、えー、感じで、えー、一応聞いておいてもらえたら結構です。で、契約以外。 も,もちろんあったりしますね。えー、例えばこう家族法とかね。えー、あるいは不法行為とかね、えー。そういった契約に関係しないトラブルももちろんありますんで。まあ、そこはそことしてね。えー、見ておいてもらえたらいいかなと思います。はい。ということで、ま、一応テキストが、あの、今、目次をね、見ていただいたかなと思うんですけれども、その目次、えー、確かにま、順番通りやりますけれども、相続の多くは契約前のトラブルのお話だぞ。というね、えー、そう思っててもらえたら結構です。 え、契約前のトラブルにならないのは、まあ、第10章の事項ぐらいのところでね。え、事項はこれはもう契約前のトラブルとは関係ないね。契約法ではないものが結構含まれるというね。えー、そういう感じになっていきます。はい。その後第2編で物件入っていきますけれども、まあ、ここは契約後のトラブルというかね、えー、それに、ま、なりがちなところが、ま、前半だったりしますね。え、第1章、第2章あたりですね。え、物件法の第1章、第2章あたりがこれが契約後のトラブルでね、少し関わってくるようなお話というふうに思ってください。はい。その後第3章、第4章、第5章あたりですね。え、このあたりは、 第,五第3編の担保物件、ここは回収に関わるお話になってきまして、ちょっとまあね、えー、できたら再建学習後が良かったんですけども、まあ、テキストの順番がそうなんで、まあ、そこはちょっとしゃあないかなと割り切ってください。えー、第3編の担保物件は、契約のね、えー、売ったものとか、あるいは貸したものですね、えー、貸したものを返してもらう、回収するというね、えー、そこに関するお話というふうに持ってもらったらいいかなと。 と思います。はい、えー。その後テキスト2に入りまして、えー、第4編ですね。再建総論と書いてますが、ここはちょっとね、えー、テキスト2に入ると、あっち行ったりこっち行ったりで私学習していきます、えー。なぜかと言いますと、ここが、再建法が、契約後のトラブルと回収保全のところが結構入り乱れてるんでね。まずは契約後のトラブルをまとめてやろう。こういう感じします。で、これを踏まえた後に回収保全という形でやっていくと、非常にわかりやすくなるんで、ちょっと再建総論、 テキスト2に入ったら、ちょっとあっち行ったりこっち行ったりとね、えー、なってきます。まあ、レジュメの41ページあたりにね、その辺また書いてますが、まあ、えー、復習の時にちらっと見ていただき結構ですが、えー、そこは、ね、債権総論というのは、あっち行ったりこっち行ったりしながらやるっちゅうね、えー、そういう感じでちょっと予測しといてください。えー、その後第5編契約総論、その後第6編契約各論、ここもですね、結構まあ、あっち行ったりこっち行ったりというね、そんな感じでこう進んでいくよというふうに思っておいてください。はい。まあ、そういうことで、えー、一応テキストね、契約法。 これを中心に見ていくぞえ。もちろん契約以外のトラブルも見ていきますけども、まあ、契約法が24回のうちの17回ぐらい占めるようなね、そんな感じになるかなと思いますんで、まあ、いかに民法は契約が大事か、というね、えー、そういうふうに思っていただいたらいいかなと思います。はい、えー、早速テキスト1ページ開いていってください。民法の中身に入っていくことにしましょう。 はい、えー。テキストの1ページですけれども、えー、民法早速というふうに書いてあります。えー、ここのうちの第1節民法入門ですね。えー、ここについては、えーと、原則 A にしといてもらいましょうかね。えー、第1節については原則 A という感じにしといてください。はい。えー、ただし、まあ解説チェック入れるのは、もう数箇所にとどまりますんでね。えー、そういう意味では、まあ復習するときは、解説チェック箇所だけ見とけばいいんじゃないと。あとのところはね、えー、気になるかもしれませんけども、そこまでやっていくと時間がないんでね。えー、そこは、テキストチェック入れたところを中心にね、しといてもらったら結構です。はい。えー 民法ですが、まあ平たく言えば、市民間の紛争。これを想定したお話になります。まあ紛争を想定してるっていうのがね、ちょっとびっくりするかもしれませんけども、例えば、ねえー、物を売りました。売ったのに相手が代金払ってくれないと。どうしたいと。そういうことを想定してるんです。ねえー、相手が代金払ってくれないどうしますかというと、もちろん代金払えと言えると。じゃあ払わなかったらどうするというと、 契約解除して返せと言っていくとかね、えー。そういう感じで、まあ、トラブルを想定してますね。で、そのトラブルも、市民間ですね。一般人同士の紛争。これを想定してると思ってください。そういう意味で、横の一番ですけれども、民法とは何か。二行目によかったら解説チェックをね、入れておいてください。えー、横の一、二行目です。解説してく入れておきましょう、えー。司法の一般法と。こういうふうに読んでいきます。で、司法とは一体何なのかというと、 第五段落ですかね、えー。そしての段落ですね、えー。そこに飛んでください。えー、そこでのところの、えー、そこですね。そしてだ。ごめんなさい、えー。そしての点の後ね。そこに解説チックス伸ばしておいてもらえたらいいでしょう。えー、仮確保司法は、詩人間の法律関係についてのルールを定めた方と。 ということで、まあ、詩人間の法律関係と早速出ましたけどもね、まあ、要は詩人間の請求反論ですわ、ねえー。市民間での言いたいこととその反論とかね、そういったものを定めているのが一応、えー、私法というものになるよと、こう思ってください。その中の一般法というのはじゃあどういう意味かというと、さらに次の段落です。次にのところの5行目。そこに解説してくれていてください。仮括弧特別法、商法、会社法などが優先的に適用され、 特別法の規定がない場合に一般法が適用されると。 ということで、まあ一応民法というのは一般法ということで、まあピラミッドで行けば一番下です。ね、一番下ちょっと語弊あるかもしれませんけども、特別法という,こう上のルールが使われるときには一般法までいかないですね、えー。上の特別法が使われないときのルールですね、えー。これが民法で定めているものと、こう思っとってください。ねえー、一般法、特別法という言い方ね、えー。そこもまあそのうち馴染んでいくとは思いますけれども、まあ、とりあえず司法の一般法、ねえー、司法とは何なのか、市民間の主張反論ですね。えー、そのルールを定めたものであると。 ね、えー、喧嘩するときの言いたいこと、ね、反論ですね。その辺を定めたものと思っておいてください。はい、えー。次のページ行きましょうか、えー。2ページです。横の2番で、民法の形と書いてありますけれども、まあ民法の形と書いてあるけどね、えー、大事なところはもう限られてきますんで、横の2番ですが、早速縦3に入っちゃってください。えー、法律関係というところですね、えー。法律関係って一体何なのかというと、まあ主張と反論というふうにまあね、えー、置き換えることができますけれども、もう少し厳密に言うと、カッコの1番。 権利義務のことをね、法律関係というふうに言っていったりします。はい、えー。過去の一番、よかったら解説してくれといてください。えー、民法は、市民社会における法律関係のすべてを、権利、及びその裏返しとしての義務という概念を用いて表現と。はい。そこにちょっと解説してくれといてください。で、ちょっとここは説明しておきますと、まあ、あまりにも当たり前すぎるお話ではありますけれども、売買契約を想定してください。 X が売り主で Y に対して物を売ったと。ね、え何でもいいですでえ。ちょっと絵が下手くそなのはもう勘弁しておいてくださいね。私はもう絵,絵心はもう全く生まれつき持ってませんのでう、ね、<laughs> それではもうちょっとね、えー、皆さんにはもう申し訳ないこともあるかもしれませんが。とりあえずまあ、X が Y に車を売ったと、こう思ってください。で、車を売った。売買バイ。セル。ということで、英語の頭文字の S ですね、えー。これで表現していきますが、物を売った。さあ、この時に XY 間にどんな権利義務が生じるでしょうかと。言うと、まあ当たり前なところではありますが、 X は Y に対して何言える代金払えと、請求ちょっとか毎回漢字で書くのめんどくさいんで SK と代金請求できますよね。<laughs> いいですね。それに対して買い主は、というと、買ったんだから引き渡してよと、引き渡し請求権。これが発生しますよね。という感じで、民法は、そういった市民間の 権利義務というのを想定して規定していると思ってください。はい。で、権利。X から見たら代金請求権は権利ですが、代金請求権 Y から見たら義務ですね。いいですね。Y から見ると引き渡し請求権は権利ですが、X から見ると義務です。 権利と義務は裏返しというのはそういうことを言っていますね。えー、一つの権利、ね、一方は権利者、他方が義務者ですが、まあ、そこは裏返しだよと、こう思ってください。で、このまま裏返しであるんだけどね、えー、一応ま、考えやすさからして、とりあえず権利から考えてみるというかね、えー、言いたいことがほぼほぼ権利になっていくわけですけれどもね、えー、言いたいこととその要件というね、えー、そういう発想でも見ていただくことになりますが、まあ、ここは権利義務、裏返しだよというところもね、納得いただけたらいいかなと思います。じゃあ、その権利なんですけれども、 はい、えー、3ページ、カッコの2番に飛んでください。大きく民法の権利は2つに分けられます。カッコの2、2行目、解説チェックを入れておいてください、えー。2行目です。ある人が、ある人に対して特定の行為で、まあ、引き渡しや代金の支払いを要求する権利で、3行目真ん中。このような権利を仮カッ債権と呼ぶと。で、この債権に対応する相手方の義務を債務と言っていきますと。 ということで、ちょっとこと、言葉の学習と、こう思っといてください。はい。えー、とりあえず、まあ、今回の売買契約に基づくね、この権利義務は、まあまあ、債権ですね、えー。X は Y に対して代金払えと言える。Y は X に対して引き渡せと言えるということで、一定の行為を請求する権利ね。えー、これを債権というふうに呼んでいくと思ってください。はい。これがまずは、えー、債権の言葉の意味ですね。いいでしょうか。まあ、なんとなくね、こう,いうイメージつかめたら OK です。はい。それ以外もまあ、あったりします。 はい。えぇ、ー、債以外のもの、えー、権利としましては、これを想像するといいですね。まあ、皆さん、X の立場で考えましょうか。土地を持ってます。まあ、この平行神経で出てきた土地だと、こう思ってください。で、この土地を持ってるんですけれども、なんか知らんけど、Y が、ゴミを投棄したと。こう想像しましょうかね。さあ、X としては Y に何が言いたくなるでしょう。 言うと、物。この土地は俺のものだと。俺のものを邪魔するな。ゴミという形でと。いうことで、物件。所有権に基づいて、妨害排除請求。ゴミどけろ。ちょっと長くなりますけれども、これが物件の一種です。 物に関する権利ですね。物、X が所有する物に関して、俺の土地の上からゴミ持ってけと。所有権に基づく妨害排除請求ですね、えー。そういったものが物件の一つだと。こう思ってください。はい。ちょっとここで解説チェックを入れちゃいましょうか。版書終わった方から解説チェックを入れていただくといいですけれども、過去の 2, 2段落目。 解説チェックを入れておいてください。二、えー、行、二段落目の一行目です。えー、債権の他に物件という権利を設けていると。で、これは人が物に対して有する権利と。はい。物に関して有する権利とね。こう思ってもらってもいいですかね。えー、物、物ですね、えー。これに関するお話と。 こう思ってください。で、ちょっと早いですけれども、この段階でもう物件のお話をね、少しだけしとかないと、えー、この後ね、一、えー、1回目の勉強にも差し支えが出てきますんで、ちょっと270ページにテキストは飛んでいただきたいと思います。えー、テキスト1ですけども、270ページまでちょっと飛んだ、飛んじゃってください。270ページ。ね、えー、ちょっと先になりますけども、物件のお話に少し入っていくという感じにしたいと思います。はい、えー、270ページ。 はい。えー、第2編、物件。これ始まっていきますけども、もう1回目ですが、ここ、少しだけやっとかないとね、えー、1回目の学習にも差し触りがあると。いうことで、えー、テキスト1、えー、270ページ。ここに入っちゃいましょう。で、えー、物件、第1節ですね。えー、相とありますが、横1番。物件とは、WA ランクにしといてください。 はい。ただし、全体構造編聞いていただいた方は、この全体構造編の復習にすぎませんのでね。えー、そういう意味では、まあね、す、え、で、ー、に学習したよという方は、ね、えー、もうそれはちょっと軽く聞いといてもらったらそれでいいかなというふうに思います。はい。縦の1、よかったら解説してくれておいてください。えー、物件とは、物を直接的、排他的に支配する権利と。で、直接って一体何なのか。2番、カッコの1、解説してくれておいてください。直接性。 他人の行為を介在せずに、自己の意思のみに基づいて物を支配と。と、はい、自己の意思のみに基づいてってところがポイントです。ねえー、例えば、ね、私がこの6本持ってます。この6本持ってる、ねえー。この6本を、例えば人に貸すかどうかとか、あるいは、えー、これを捨てるかどうかとか、あるいは売るかどうか、俺の意思で決めると。こういうことです。自分の意思だけで。 決めれるというのが直接というね、えー、こういう意味だと思ってください。物件。私はこの所有権を持ってる。えー、所有権を持ってるということは、これは自分の意思だけで何でもできる。というね、えー、そういうことだと思ってください。で、さらには、カッコの2番、解説してくれておきます。排他性。で、一つの物件、存在する物の上には、同じ内容の物件は成立しない。ということで、この6本には私の所有権が載ってるんです。まあ見えませんけどね、えー、一応所有権が乗っかっているということは、 他の人の所有権は乗っかりませんとで。私の所有権が乗っかるんであって、A さん、B さん、C さん、あなたたちの所有権、ここには乗っかりませんよと。配達性ですね。えー、これを物件の配達性と、ね。こういうふうに言っていきます。えー、同じ内容の物件成立し得ない、ね。えー、私の所有権ってことは、他の人の所有じゃない。というね、えー、そういうことを意味していると。こう思っていただくといいかなと思います。ということで、物件は結構、めちゃくちゃ強い権利です。 自分の意思だけで何でもできるし、配達的ということで他の人の権利も排除できるというね、えー、そういう強い権利ですので、ちょっと、まあ、要注意があります。米印。カッコの2番の3行目です。解説してくれておいてください。物件の配達性から取引の安全確保するために、物件の内容や帰属外部から認識できるような工夫、工事方法がなされているというふうに書いて,書いてますね。はい。えー、この6本の中に、 私の所有権だということが、まあ書いてあるってことは、まあなかなかなかったりするんですよね。えー、この6本、まあ名前書いてる人ももちろんいるかもしれませんが、この6本に私の所有権が乗っかってますが、皆さん見えます見えないですよね。私の所有権乗っかってるともう見えないじゃないかと。ね。見えなかったら、僕がもしかしたら嘘ついてるかもしれないですね。これは人のものを買って持ってきて、俺のものだと言ってるってね。その可能性もあるわけで。で、それを、これいる買うとかね。えー、言われた時に、そうこれはほんまにあんたのなんとかね。えー、そういうふうになってくると、 取引が安全に進みません。ね。えー、ほんまにこの人のものなのというのが分かるようにしようということで、工事方法というのが取られています。はい。えー、物件の工事方法ですけれども、まあ、この後すぐまで出てきますけれども、ちょっとま、書いとくといいですね。えー、そこに入れておいてください。不動産。これについては、登記。これで工事しようと。土地については法務局に行けば、 誰のものかとかが分かるようにしようと。まあ、建物も不動産ですけどね。えー、そこも誰のものか分かるようにしようということで、登記で権利者を明らかにする。というか、権利者を、ま、外部に分かるようにすると。こういうことだと思ってください。はい。で、動産はというと、まあ、引き渡しと言われますけども、まあ、イメージとしては占有と。こう思ってください。 所持です。ね。えー、動産については所持しているということが、まあ、権利者であることの表れでもあるというふうに考えましてね。ま、占有引き渡しですね。えー、これが、ま、一応工事というふうになってきます。まあ、詳しい話はまたね、え17、177、178で学習しますけれども、まあ、とりあえずね、えー、そこは、不動産、動産、物件というのは強い権利だから。ね。 誰のものかが分かるようにしようじゃないかというね、えー、こういう工事というのがね、なされているよと思っとってください。はい。で、これが債権とは何が違うかというと、物件は直接性配達性。もここが違いますね、えー。債権には直接性とか配達性がないというふうな感じになっていくんですな。えー、債権自分の意思のみで何かできるかちょっとできません。ちょっと話変わります。話ね、戻しますけども。債権の例として、代金請求権。代金払ってよ。 というふうにまあ言える権利なんですけども、これ X さんの意思だけではどうしようもないです。Y が払ってくれなかったらどうしようもないんでね。Y の支払いという、そういう行為を介在するんで、自分の意思だけではどうしようもないんです、実は。債権はそれだけ弱い権利と、こう思ってください。で、物件は自分の意思だけで何でもできる。けども、債権はそうはいかんと。いうことで、債権はまあちょっと弱っちい権利だと。で、さらに、X が代金請求権を持ってたとしても、他の人も、 y に対する代金請求権を持ってるかもしれません。例えば x 以外に z さんがね、えー、別の車なんかを売ってたとかね、えー、さらに w さんが出てきて w さんがなんか売ってるとかね、代金請求権も実は排他性がないと。同じ内容の権利が実は発生し得るというね、えー、そういうことで、えー、ちょっと直接性排他性がなくなるというのが再建だったりすると、こう思っとってください。はい。 ということで、まあ一応物件に関するね、えー、意味、えー、とりあえずはここね、えー、しっかりと押さえておいてもらえたらいいかなと思います。はい。えー、ちょっと物件の続きね、271ページが続き若干、えー、続けていきますけれども、横の2番ちょっと入っちゃってください。えー、横の2番物件法定主義、ランクは B で構いません。はい。物件については強い権利なので、法定しましょうという感じです。物件強いからねということで、えー、2番カッコのうちに解説してくれておいてください。物件は、 民法をはじめとする法律で定められたもの以外は、当事者が合意で創設することができない。で、物件法定主義と言っておきます。はい。法律で定められたもの以外は、作ることができません。というふうにして、まあ、勝手に物件がポン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 生まれたりしたら困ると。強い権利だから。 ね、自分主だけで何でもできるという強い権利なので、勝手にあらかい、いろいろと新たにどん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 できてしまうと困るというね、そういう話だと思ってください。まあ、例えばこれも,もね、えー、バカバカしい話かもしれませんけどね、えー、仮に合意で土地の上で野球できる権利とかね、えー、野球できる物件とかね、えー、これをまあ物件としてもし認めたらどうなるかというと、まあ、その、ね、えー、その物件持ってる人が、 野球したい、ね。野球したいとなると、そこでサッカーしようとしてる人を排除できるとかね、えー。そういうことになってくるわけですけども、そんな野球するためだけの土地とかね。えー、そんな土地の使い方も、まあ、もちろんそれは自由に使ったらいいでしょうけども、えー、あんまりそれを使いすぎると取引にやっぱり支障が出るよねと。 ね、えー、物件強い権利なので、あんまりむやみやたらに認めてしまうと、やっぱり取引に支障が出るというところがありましてね、えー、そういう意味で、ちょっと物件は制限しましょうというね、えー、そういうことになります。はい、272ページの括弧の2番、丸の2ですね、解説してくれておいてください。物件は、えー、絶対性、排他性有する権利で一行目の末、内容を確立化しておかなければ、取引の安全外し、第三者に不足の損害を与えてしまう恐れがあると。はい、えー、ここの、 まあ、取引の安全、第三者の不足の損害と書いてありますけれどもね、ここの意味はもう一個ありましてね、野球する権利というのを仮に物件で決めたとしても、曖昧なんですよね。野球するって言ったって、じゃあ公式野球なのか軟式野球なのかとかね、あるいはナイターなのかデーゲームなのかとかですね、そんなことを言い出すと、まあ、野球する権利は一体どういう権利なんだと。 曖昧になって、やっぱりこれも取引に支障が出るということですね。やっぱ曖昧なものを作ってしまうと、これは良くないというね、そういった意味も込められているというふうに思っていただいたらいいかなと思います。はい。ということで、まあ、物件法定主義で、それがあるよというふうに思ってもらったら結構でしょう。はい。2番、3番、4番、長周めで結構です。で、2番特に種類と書いてますが、まあ、2周目で見ますんでね、今の段階見てもしゃあないかなということで、まあ、ちょっとね、置いといてください。で、ちょっと戻ります。すいません。270ページ。 はい。えー、一番の物件のところで、米印が書いてあります。ちょっとも早いかもしれないけれども、一応、ここに、米印、改正チェックよかったら入れといてもらいましょうか。えー、その後、板書します。えー、支配するとは、使用権能、収益権能、処分権能を、支障するものと。ということで、はい。えー、物件の、まあ、支配権ですけれども、一番強い支配権は、所有権です。 で、所有権には、はい、三つの権利が全部入ってます。使う権利、収益、金儲けする。まあ、これは人に貸すをイメージしてもらったら結構です。処分、売る、捨てる。はい、これができるのが所有権です。で、所有権はこの三つの支配権を全部持っていると。 こう思っていただいた結構です。ところが所有権以外にも物件っていうのがありましてね、例えば地上権とかね、低等権とか、まあ、いろんなこう物件があったりするんですが、それらは実はこの所有権の3つの権能の一部しかないとかいうね、えー、そういうふうな物件というのもあったりします。一応所有権はこの使用収益処分というね、えー、この3つの権能で成り立ってるというところをね、ちょっと押さえていただくといいかなと思います。はい。 えー、272ページ、えー、飛んでいきましょうか。2番、まあ種類というところを2週目でお、えー、話すると言いましたけども、要はここね、えー、所有権は使用収益処分という3つの権利あるけども、その、ねえー、所有権以外については一部しかないというね、えー、そこがまあ2週目で分かれば結構かなというふうに思ってってください。はい。 え、二周目と申し上げましたがね、私のコラスは、基本的に24回の講義のうちの、え、前の22回で、え、とりあえず基本的なところを一周回しまして、難しい応用的なところは二周目ということでね、23回目、4回目でもう一応まとめてやるっていうね、そういう方針でやっておりますんで、え、二周目で回したところは、まあ要は後回し、ね、今はもう見ないっていうね、そんな感じにしとってもらったら結構です。はい、273ページん、4、え、273ページの3番、4番も飛ばすで、え、そんな扱いにしといてください。 はい。続けて274ページ、物件に関するお話もう少し続けます。えー、とりあえずまあ、ご、えー、前半についてはね、ほぼほぼ物件のところでね、お話終わるかなと思いますが、はい。えー、物件、えー、第2節のところですが、物件の客体と書いてあります。えー、横の1番も飛ばしていただいて結構です。で、えー、横の2番に入っちゃいましょうか。えー、横の2番、ランクとしては一応 A にしといてください。はい。物件に関するお話。 一物一権主義中ね、えー、そういう一応ルールがあります。物件に関するルールね、ちょっと勉強しておきます。はい。えー、一物一権主義一体どういうことかっいうと、実はこれね、一つの物に一つの権利と、文字通り読むとちょっと間違える可能性があるんでね、えー、ちょっと番書しときます。一物一権主義とは、表向きの意味はこっちです。一物権一物主義と書いといてください。 一物件一物主義と。テキストに直接書き込みで結構ですよ。まあ、こんだけの短いやつであればね、テキスト書き込みと。ね、板書でわざわざこう、付箋貼ったりとかね。えー、そんなする必要もないかなと思いません。もう直接書き込んじゃってください。はい。一物件一物主義。ということで、どういうことか。縦の一番。解説してくれちゃってください。一つの物件の客体は一個の物。はい。一個の物件の客体、一個の物じゃないといけない。ということで、要は、意味があるのはここです。 一物にしか物件は成立しない。2番、ここでちょっと理解を深めましょう。はい、275ページで2番、丸の1、解説してくれちゃってください。えー、物の一部には独立の物件存在し得ない、独立性。から、丸の2。数個の物に対して1個の物件成立し得ない、単一性というところでね、えー、とりあえず一物に一物件。 というね、えー。そういう発想だと思ってください。まあ、丸の字の例と言えばね、ね、えー。例えばこう、木がありますね。えー、木の葉っぱ一枚に所有権成立するか成立しませんと、ね。あくまでも木全体に所有権が成立するんであって、葉っぱ一枚ね。そんなものに所有権認めて何が嬉しいと、ねえー。葉っぱのフリーズじゃありますしてね。そんなのもん別にいいじゃないかと、ね。ということで、えー、そこは物件、ねえー、あくまでも一物じゃないといけないと。 こう思ってください。で、さらに、数個の物に対しての物件もないよ、ということで、例えば木、10本丸の手、1つの所有権。のい。や、ちょっとややこしいからやめてと。ね。えー、ここはあくまでも1個の物件の客体は1個の物じゃないといけない。ね。えー、そういう意味だと思っておいてください。で、なんでそうするか、言うと3番のところになります。解説してくれておきましょう。丸の1。 えー、物の一部や物の集団の上に1個の物件を認める社会的必要性がないと。ね。葉っぱ1枚、やめてと。ね。えー、あるいはこうね、えー、10本の木に1個の所有権、まあ、必要あるかもしれないけども、ややこしくなると。ね。えー、そういうことです。はい。えー、趣旨丸の2も返してくときましょう。はい。1行目後半です。工事方法がないと。で、次の行で、取引の迅速安全を害することになる。はい。物件の客体。 あくまでも1個であることを想定して、陶器が想定されています、ね。あるいは物件の客体1個であることを想定して、占有と。 というものをね、えー、想定したりしますんで、まとめて数個の物に対しての、こう、えぇ、ー、方法というのはちょっと現行補助予定してないので、取引にやっぱり支障出たら困るよ、ということを想定しています。はい。まあ、民法ね、契約法と言いました。まあ、取引を想定しますんでね、えー、基本的にやっぱ民法は取引をいかにね、こう、うまく進めていくかということも想定してますんでね、そういう意味で取引の安全という言葉はね、えー、ちょこちょこと出てくるよと、こう思っておいてください。はい。ということで、ま、一応、物件の客体1個、なんで必要がない。 工事方法もない。だからダメだと、ね。そこがまあ一応一物一見主義の原則になりますけれども、例外もあります。4番解説してくれておいてください。社会的必要性があり工事方法があれば一物一見主義の趣旨に反しないと。で、カッコの1番飛んでください。カッコの A に解説してくれちゃいましょう。一筆の土地の一部。はい。土地。数え方は一筆二筆。 一筆二筆ね。まあ、一筆二筆の方がまあ実務的ですけども、一筆二筆筆というね、形で読んでいきます。まあ、土地については一筆ね。えー、そういう言い方しますけど、一筆の土地の一部でも、まあ、都心の真ん中に存在するような、その土地であればね、一平方メートルあたりね、えー、なんぼする。ね、うん十万、うん百万とかね、ありますよね。えー、まあ、バブルの時よく言われましたけどね、え一万円札を敷き詰めるよりもね、土地の値段の方が高いとかね、そんなこともあったりしたぐらいで、まあ、要は土地の一部でも価値が高いんで、取引の対象になるわけですよ。 取引の対象になるし、さらに土地の工事については筆で分ける。ね、土地を分泌と言ってきますけれども、分泌したら工事ができるというふうになっていきましたね。はい。そういう意味で、その下理由書いてあります。はい。理由のところに解説チェックを伸ばしておいくのを忘れてください。丸の内です。土地の一部であっても所有権認める主体的必要性で。さらには米印。一行目の末で、分泌した上で登記すればよいと。 ということでね、えー、そういう意味で、まあ、投機などの工事方法もあるし、できるよね、と。こういうふうにね、えー、考えていったりします。はい。今の段階は、まあ、一応一部追検式はこの辺までにしといてください。はい。276ページ、括弧の B、括弧の C、一読しておいてもらったら十分です。現時点ではね、一読しておいてもらったら結構です。括弧の2の括弧へも同様です。で、括弧の B は、ページ数だけ打っておいてください。矢印 P538 と。 ということで、ま、5、3、8ページで学習するということで、今の段階では保留ということにしておきましょう。はい。え、5番でま、表も上がっておりますけども、え、こういった表ね、え、卓一の時には役立つと思いますけどもね。え、とりあえずま、論文の復習とかね、え、そういう時にはま、あんまり使っても喋らないかなっていうね、え、感じもします。ま、あの、使、読みたい方は読んでいただいたら結構ですが、ま、あえてチェックは入れませんので、チェック入れないということはどういうことかね、え、そこはま、さしていただけたらなというふうに思っております。はい。え、277ページ入っていきましょうか。第3節で物件の効力というふうに書いてあります。ま、一応ここまでね、え、一応1回 ででやってしまいまいすんでね、えー、第3節、物件の効力、一応 WA にしといてください。まあ、ここもね、えー、全体構造編でちょっとやってるところにはなってきますんで、えー、ここもちょっとね、えー、見ておきましょう。はい、えー、物件の効力ですけれども、横の2番、縦の1ですね、えー。物件同士ではどういう優先関係になるかということで、括弧の2番、米印に解説してくれておいてください、えー。工事の原則採用されている結果、優先的効力は実際には工事、すなわち、 不動産では投機177、動産では引き渡し178を先に備えた方が優先すると。はい。ということで、まあ、物件に関するお話ね、ちょっと図を書いておきましょうか。まあ、これはちょっと版書にせずらないかなと思いますが、まあ、たまに出てきます。民法ではこういうの多いですね。えー、A が持っている土地を B に売りましたと。その後、 C にも同じ土地売りましたと。二重譲渡と言ってきますけどね。これ二重譲渡したときに、B が所有権取るのか、C が所有権取るのかという話については、現時点では、当期。まあ、カタカナのとというふうにね、えー、手控えで略していきますけども、当期。当、え、期、ー、先に備えた方が、 確定的に所有権。これが原則であると。はい。えー、登記先に備えた方が確定的に所有権取ると。こうも取っ,ってください。 はい、えー。そういうことで、ねえー、所有権、どっちが取るね。物件、えー、B が物件取得するのか、C が物件。ね。所有権。ね、えー、バイバイでは所有権も動きますね。えー、バ,イバイでは、まあ、再が発生することもありますが、物件、ね、動くこともありますね、えー。所有権という物件が動きますが、さあ、B、C、どっちが物件取得するかというと、先に投記備えた方が、確定的に所有権取ると。こうなると思ってください。はい。これがまずは物件同士の関係というところになります。 次のページ行っちゃいましょうか。278ページの縦の2番。はい。えー、債権との関係における優先的効力というふうに書いてまして、物件と債権じゃあどっちが勝つか。物件と債権の関係。これもちょっと板書しておきましょうか。はい。えー、賃貸借は債権と思ってください。L、レンタルです。A が B に土地を貸しました。2番。 次に A が C に物を売りました。というときですけども。はい。B は借りてるので、賃借権。使わせてもらう権利ですね。賃借権という債権を取得します。これちょっとまあ、 賃貸職まで、ね、えー、学習するとわかると思いますので、今の段階ではもうちょっとね、もやっとするかもしれませんが、もうそういうもんと割り切ってください。はい。A、B、賃借権、債権、取得します。C は売買ですから、所有権を取得します。どっちが勝つ原則、物件が勝つと、こう思ってください。はい。ということで、カッコの1ですね、解説チェック入れておいてください。えー、同一物について物件と債権が競合する場合、 成立の前後に関わらず物件が再建に優先すると。で、エグザンプル2行目。売買は賃貸借を破ると。これがまずは原則だというふうにしておいてください。ただ、原則はそうは言うものの、ビートしてみたらね、不動産、賃借してその上でビジネスでも展開しようかとかいろいろ思ってたかもしれなくてね、不動産の賃借権だけは実は例外です。賃貸借これね、まあ、都でやっちゃったんで、こう、えー、皆さん混乱するかもしれませんが、これが、 普通にね、えー、例えばこうね、えレンタルビデオ、ね、ビデオのね、レンタル、ビデオの売買だったら、もちろんこれは所有権の方が勝ちということになるんですが、土地については不動産、これも超例外ということになります。カッコの3、また賃貸借で学習しますが、今の段階では解説チェックでも入れておいてください。えー、例外、不動産賃借権605。はい、ここまでちょっと解説チェックを入れちゃってください。はい、不動産賃借権だけは、実は、 対抗要件ということで、えー、先にまあ、陶器など、などをね、備えた方が勝つとかね、えー、そういう感じでちょっとやっていたりしますが、まあ、ここはもう賃貸借で学習します。はい。 ということで、まあ、物件のね、優先関係についてもね、えー、っと、ま、ここも全体構造編の復習に近いところでありますけどもね、えー、ちょっとチェックを入れておいてください。で、ちょっと前置き長くなりました。ね、物件で、えー、なぜね、えー、一応テキストの4ページからここに飛んできたかっていうね、えー、そこのま、一番大事なところは実は横の3番になってきます。はい。えー、横の3番超重要なところでありまして、もうここはね、えー、ランクをもうさらにもう1個上げたくなるぐらいね、えー、ダブル A じゃなくてトリプル A ぐらいのそれぐらいのところと、こう思っておいてください。はい。横の3番、物件的請求権。これは、ね、え、縦の1番、解説してくれよかったは入れておいてください。 はい、えー、物件の円満な支配状態が妨害され、またはその恐れがある場合に、あるべき状態の回復、または妨害の予防を求める請求権と。いうことでね、えー、とりあえず物件に関しては、妨害された時には、あるいは妨害されそうな時には、それを跳ねのけることができるというね、えー、そういう、まあ一応権利があると、こう思ってください。はい。A が土地を持ってます。 そこに B が勝手に建物を建てて、占有、まあ、住みついてしまったと。こう思ってください。さあ、その時に A としては B にどういうふうに言いたいかっいうと、建物どけて出て行ってくれと。こう言いたくなりますね。A の所有権、これが妨害されてます。 所有権の円満な支配ね、使用収益処分するという A の使用収益処分権が、この建物によって妨害されているという時に、あるべき状態に戻すというね、A、権利が認められるというふうに考えています。はい。まあ A から B に対しては、建物宗教、土地分け渡しですね。これをしていくということが考えられます。はいで。なんでこんな権利認めるかと、これ実はね、条文ないんです。条文ないんですけども、 認めないと不都合があります。何かと言いますと、はい、2番の根拠のうちの丸の3が解説チェックポイントかなというふうに思ってください。はい、2番、丸の3解説チェック入れておいてください。自力救済が禁止されている民法のもと、物の直接的支配、全うする必要と。こんなところに解説チェック入れておいてください。はい、先ほど物件については、直接性、自分の意思だけで、 と言いましたね。物件については、自分の意思だけで物事を決めれると。これが直接性です。なんですけれども、自分の意思だけでできるって言って、この建てた、B の建てた建物を勝手に自力救済を言ってね、えー、ブルドーザー呼んできてガン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 壊すとはね、えー。これは自力救済は日本では禁止と言われておりまして。そうすると、自分ではできないんだったら、 誰かにやってもらうしかないですよね。いいですかね。自分でやっちゃいけないけども、誰かに命じれる。こうしなきゃいけないよね、と。自力救済の中でも直接性をなんとか担保したい。ということで。B に請求できる。まあ、強制力ありと。こういうふうにしていきましょう。というね。えー、こんなお話と思ってください。まあ、B に請求できる。えー、強制力あり。 そういうようにしていくと。これが物件的請求権と思ってください。はい。自力救済禁止されてるけども直接性。これはある、ねえー。そこはもう、じゃあ自分でできないんだったら他人にさせるしかないでしょ。 ね。自分ではできない。ね。自分でやったらこれは違法になっちゃう。ね。えー、そういうことで、他人、他人にやらせるしかない。まあ、特にこのね、原因作ってる人にさせる。というね、えー。そういうことになると思ってください。はい。えー、3番は D ランクで置いといてもらったら結構ですね。えー、法的宝石もこんな細かい話ね、えー、やってても仕方ないので、3番は今のところも D ランクで置いといてください。はい。で、4番に入りましょう。279ページの4番ですけども、種類と書いてあります。はい。えー、ここの種類のところですけどもね、えー、もうね、 全体構造編でもね、見たところでありますが、えー、できたら先にちょっとレジュメをご覧いただこうかなというふうに思います。はい。えー、レジュメの方をね、ちょっと用意いただきたいなというふうに思いますが、えー、レジュメの中で行きますと、物件的請求権ですね。えー、そこにちょっと入っちゃいましょうか。えー、レジュメ23ページですね。えー、そちらの方をちょっとご覧ください。はい。レジュメの23ページ。物件的請求権。3つの類型があります。で、それぞれの要件。 条文ありませんが、できたら早く、ね、えー、これは覚えちゃってください。ね、覚えなきゃしゃーないというね、えー、そういうものになりまして、えー、物件的請求権、これはもうね、えー、民法の問題は、半分は物件的請求です。なので、この物件的請求のこの要件から考えていくというのはね、えー、非常にたくさんありますんでね、えー、民法の問題は、 物件か再建かという形になりましたね。半分は物件ですので。まあ、ここの物件的請求権の要件、類型ですね。これはしっかりともう早めにマスターするということにしとかないと大変だと思ってください。はい。物件的請求権ですね。まあ、これも全体構造編でちょろっとお話したところでありますけれども、えー、3用、まあ、3種類ですね。えー、これは想定するようにしといてください。えー、まず1つ目、解説してくれといてください。物件的変換請求権。まあ、要はこれ、返せという話でね。えー、さっきの建物をどけて返せ。これも変換請求権の一部と。 こう思ってください。ね。えー、建物ね。勝手に建物建てて住んでる。ね。取り壊して出ていけ。これも返せの一種と。こう思っててください。はい。変換請求権。二つ目。物件的妨害排除請求権。はい。どけろ。ね。ゴミ持ってけ。ね。えー、これはまさに妨害排除請求権ということになります。三つ目。返してくれときましょう。物件的妨害予防請求権。 これは、持って行くなとか、妨害を受けないように措置せよとかいうことで、まあ、ちょっとここはイメージしにくいかもしれませんけども、なんかこうね、えー、自分の持ってる土地の上の、なんかこうね、えー、なんかリンゴが植わってると、ね、リンゴの木から、なんかリンゴの実を持って行きそうなやつが出てきたと、ね、持って行くなというふうに言えるね、妨害やめろというふうに言える。これが妨害予防請求権と。 こう思ってください。はい。この3つですね。えー、物件的というのは、元案ではもう省略していただいても結構ですかね。所有権に基づく返還請求とかね。所有権に基づく妨害排除請求。所有権に基づく妨害予防請求とかね。そういう書き方で全然 OK ですけれども。はい。えー、とりあえず、返還請求、妨害排除、妨害予防。この3つですね。えー、これが一応、物件的請求権の3種類と、こう思ってください。で、それぞれ要件はめっちゃ押さえやすいです。それぞれ解説チェッでし,してくれちゃいましょうかね。変換請求。 請求者が物件入する。二つ目。相手方が占有。はい。これで、返せと言います。俺が持ってるよ。じゃ、俺の所有物。ね。請求者が物件ですから、原告所有。つまり、俺の所有あり。で、あんた占有してるよね。これ言えたら、俺の所有だから返せと。こういうふうに言えるわけです。いいですかね。えー、さっきの A さんの土地の上に B さんが建物を建てて住んでる。イコール。ね。A の土地所有。 で、B が建物占有、あ、土地の占有か。ね。建物所有で土地占有という形してるので、えー、相手が占有してる。土地を占有してるから返せ。こう言えると思ってください。妨害排除請求。これも同様です。要件、ほぼほぼ一緒です。返すしてくれといてください。請求者が物件有する。相手方が物件妨害と。いうことで、ゴミ捨てていったとか、これまさにそうだすね。えー、原告が所有権持ってる。 そこに相手がゴミという形で妨害しているということでね、えー、そこの二つですね、えー、要件になってくると思ってください。はい。妨害予防請求も同様です。解説してくれときます。請求者が物件有数から丸のに、相手方が妨害の恐れのある事実を支配。ちょっとこう、まどろっこしい言い方になってますけども、まあ相手が持っていきそうですね。リンゴ持っていきそうとかね、えー、そういうような感じだと思ってください。はい。 ということで、まあ一応要件としては原告所有で、被告占有なし、被告妨害なし、被告が妨害の恐れですね。えー、要件としてはまあ結局これ言い換えると、原告所有、被告占有とか、原告所有、被告妨害とか、原告所有、被告妨害恐れとかね。えー、そういうふうな、まあ一応要件になってくるよと、こう思っておいてください。はい。 で、まあ、これはそのうち、ね、えー、一応押さえていただこうかなと思ってますけれども、えー、ここですね、えー、原告所有に関しては、できたら、まあ、今のうちに解説チェックのを見るときますが、まあ、ここは物件法まで押さえていただいたらね、えー、自然と身についてると思いますんで、まあ、そこは今は解説チェックという作業だけというふうに思ってください。解説してくれておきます。えー、請求者の物件の取得原因としては、承継取得、売買とか相続とか、と、原資取得。 取得事項、即時取得などがあり得ると。これ、ただね、えー、取得事項はなんとなく意味かるけど、即時取得なんだこっちゃと、ね、なりそうなんで、まあ、今の段階は作業だけと思ってください。えー、とりあえずは、えー、原告所有を基礎づけるね、えー、一応お話としては、承継取得買ったから俺所有だとかね、えー、そういうような、えー、主張とか、あるいは相続したから俺所有だとか。 あるいは時効で取ったから俺取得だ。俺、えー、俺所有だ。というふうな感じの、まあ一応、原始取得、証券取得の2種類ね、えー、とりあえず想定できるといいよと、こう思ってください。はい。とりあえず1週目、1回目の学習としては、まあこの辺までというね、えー、そういうことにしといてください。 はい。ということで、まあ、物件、ね。え、長々と、まあ、やっていきましたけれども、まあ、要は、ね、えー、物件的請求権、これがよくよく出やすいんで、まあ、ちょっとね、えー、1回目の前半の学習としては、この物件的請求権をしっかりとマスターする、ね。言えるようにする、というね、そういう状態にちょっとなっておいてください。はい。ちょっとテキスト戻りましょう。えー、3ページです。はい。テキスト3ページにちょっと戻っちゃってください。はい。えー、民法の、まあ、形というか、民法の、まあ、入門のね、えー、入門みたいな、そんな感じでありますけれども、はい。えー、民法。 え一応先ほど見てきたところで、えー、権利義務というね、えー、そんな話でしたね。えー、民法についてはあらゆるまあ市民上の問題を権利義務という形で一応想定してる。で、その権利については債権と物件があるというね、えー、そんな話が一応ね、えー、3ページの過去の2のところです。そのうちの物件については、ちょっとね、えー、今日の段階である程度こうやったよと、ね。そういうことになると思ってください。はい。えー、その下行きましょう。もう4番まで飛んじゃっていただいて結構です。えー、4番。 要件効果に関するお話です。えー、4番ですね、えー。要件と効果って一体どういうことか、ね。3条目解説してくれておいてください、えー。法律的な効果を発生させる原因を法律要件と言い、それによって生じた法律的な結果を法律効果と言っていくと。 まあ、正式名称は法律要件、法律効果ではあるんですけれどもね。まあ、ここはもうね、え、当案なんかでも要件効果という形で書いても何の問題もありませんのでね。まあ、要は要件効果という形で条文が作られているよというところをね、理解いただけたらそれでいいかなと思います。で、この要件効果ですが、先ほどもね、え、ちょっとお話した通り、ね、えー、詐欺取り消しのところの条文見ましたよね。えー、取り消したいという効果。言いたいことが効果になってるよ。で、その言いたいことの要件。 必要条件。これが要件であると。ね。言いたいこととその要件という形で、効果、要件ね。理解できるようにしておいてください。はい。えー、そういう意味で、まあ、要件効果イコール、言いたいこととその要件ということでね、えー、レジュメの7ページも、ちょっとこの段階で見ていただこうかなというふうに思います。はい。えー、レジュメの7ページも、ね、えー、法律要件と法律効果の補足ということで、まあ一応書いてありますけども、まあ一応ここは要件効果。 条文で、ねえー、書いてあるのはこの要件効果なんですけども、論文で検討することと対応しているよと、こう思ってください。ねえー、条文は、これこれの要件あるときにはこれこれの効果が生じると、ねえー。先ほどの通り、詐欺による意思表示という要件が揃えれば取り消すことができるというね、えー、そういうふうに要件効果という形になってたけれども、えー、ここはまあ言い換えたら効果、解説してくれておいてください。当事者の主張したいことです。で、それに対して、その必要条件。 これが要件であると。主張したいこととその要件というね、えー、これが条文で規定してあると。こう思ってください。はい。で、この効果に該当するものは、概ねですけれども、ここも、まあ、今は作業だけになります。返してくれておいてください。権利義務の発生変更消滅という結果ですよね。まあ、詐欺取り消しね、取り消し権という権利の発生。 を定めているのが、さっきの96条1項。詐欺、脅迫による一生児と。ね。えー、こんな話ですね。えー、権利義務の発生変更消滅という効果になることがほとんどですね。で、それの必要条件が要件のところに書いてあるよと。こういうふうに思っておいてください。はい。で、この変動する条件は、まあ、おおむねですけども、まあ、契約であることが多かったりしますが、契約以外の発生条件もありますので、まあ、ここはもうね、個別の条文ごとで見ていくという感じにしておいてもらったら結構でしょう。はい。 えテキストそのまんまね、4ページに進んでいただいたらいいかなと思います。あ、ごめんなさい。すいません。もう1個続きいっときます。レジュメ8ページですね。えここまでで、とりあえずね、物件と債権というね、そういった、まあ一応民法の想定するものをね、お話をしていきましたけども、実は債権も物件的請求と、まあ同じように実は複数の、まあ請求、 の形ですね。えー、これがあると、こう思とって,てください。で、えっ、ー、と、債権の補足としまして、これもまあ、そのうち、ねえー、論文で使えていけるといいかなというふうに思うんですけどもね、えー、原告の言いたいことが債権の請求だということになれば、とりあえずこれは3つ、ねえー、一応、候補を思い出せるという感じになれるといいかなと思います。はい。原告が言いたいのは債権的請求だ。ね、債権的請求であれば、これ原則まずは、薬定債権。 契約によって生じる債権ですね。えー、これが契約上の債権、役上債権というね、えー、そういうふうにまあ言っていたりします。まあ、原告の言いたいことは、契約に基づく債権。ね、えー、これを想定いただくのが一番いいかなというふうに思います。で、それ以外ももちろんあります。ちょっと解説チェックの道を入れておきます。法定債権。法律上の権利により生じる債権。 で、もうこれは作業だけ三つ目。第一取り消しと。まあ、ここは、点々点の後、チェック入れても意味不明と思いますので、えー、とりあえず、再建的請求には引き出しが三つあるというね、えー、そこだけちょっとこうね、早めに、一応頭に叩き込んでいただいたらいいかなと。で、ここは民法24回の中で、やっぱりね、何回もや何回もこう出てくるところですんで、まあ、そのうちできるわ、というふうに思っておいてください。ね、そのうちもできるようになるわ、ということで、焦らないでください。え、ね、一回目から理解できないもやもやするってのはあるかもしれませんが、民法ってね、結構螺旋階段まあ、法,法律科目全部そうですけどもね。 えー、螺旋階段描くような感じで、一周目回った、ね、えー、そ、そこのところで大体こうね、やっぱこう一段階上がってますんでね。で、それで二周目、二回目回った、ね、三回目回った、どん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 ,どんこうね、螺旋階段上がるような感じで、こう上昇していきますんで、焦らないことが大事ですね。えー、繰り返しやっていく中でそのうちね、身についていくぞということで、慌てずに身につけていただいたら結構です。はい。えー、テキスト4ページ進んでいきましょうか。えー、民法の構成ですけれども、まあ、ここはまあ一応ね、えー、テストで出るってことはまずないかと思いますけれども、 一応名前ぐらい知っておいてください。一応常識としてね。えー、横の3番 C ランクにお父様だったら結構です。で、民法に限らず、えー、日本の法律は結構ドイツを真似たっていうね、えー、そういうところが結構強いですね。えー、横の3番書き出しからよかったら解説してくれておいてください。えー、日本の民法典の構成は2行目。パンデクテン方式と。で、パンデクテン方式は 一般的なもの、共通性あるもの、相則とか相論、これが先に来て、で、個別的なもの、各論が後に来るという論理性を持っていると。いうことで、まあ、あのー、中学校で学習する因数分解ですか。まあ、高校でもね、少しやりますけども、因数分解、イメージされたら結構です。で、えっ、ー、と、まあ、法律で規定するものですね。まあ、ちょっと数学じゃありませんけれどもね。えー、ab プラス ac という数式ね。これは、こういうふうに、まあ、 因数分解できちゃいますよね。で、ここの共通する部分が、相則相論と。そういうふうに名前を呼んでいきます。はい。まあ、例えばですけれども、ね、えー、民法相則と言われるところは、まさに民法全部の共通ルール。こんなイメージです。 債権相論。これは債権法という中での共通項と、ね。債権法の中でも契約と契約意義がありますけども、それらの中の共通項が債権相則ということでまとまってあると。こういう感じです。で、こっちが格論と。ということで、まあ、パンデグデン方式になっていることが非常に、まあ、 多いです。日本の法律はね。で、民法はまさにそういった、えー、特徴を持ってるよと、こう思っておってください。はい。まあ、5ページに構成図と書いてますが、まあ、覚えなくて結構ですけどもね。えー、だいたいやっぱ、ま、条文の、まあ、そのは、はめの方に、 共通項総論ですね。えー、これが入っていきますよね。えー、5ページでいくと第一編民法総則ということで、これね、物件、債権親族、相続の共通項が第一編で書いてあると。ねえー、さらにその後第二編、物件でいくといきなりやっぱ第一章相続でね、物件の共通項が来て、でその後獲得が入ってと。ね、でさらに債権についても債権相続というのはまず来て、でその後獲得というね、えー、こういう順番で、まあ一応民法の 体系、パンデクテン方式と名前をつけていると。えー、一応、まあ、法律、実務にね、入っていくに際してね、パンデクテン方式聞いたことありませんとかね。これではさすがにちょっとこうね、カッコつかないと思いますんで、まあ、ちょっと言葉だけはね、納得いただければ結構かなと思います。はい。ということで、まあ、一応テキストね、4ページまで、5ページまでかな、一応みたいな感じになります。で、第2説に民法の全体図と書いてますが、こっから、実は30、 3ページまでですね。33ページまでは、ここは全体回した後の復習用の一応部分になってきます。今見てもしゃあないんでね。今見てもちんぷんかんぷんなると思いますんで、もうここは一旦飛ばすということでね。一応テキスト今からね、10分ほど休憩取りますが、休憩終了後は34ページから再開と。そういうことにしたいと思いますんで、まあ、ちょうど1時間半で、ね、経ちましたんで、ここで10分ほど休憩取りたいと思います。まあ、今から10分休憩取ってください。 はい。それでは、1回目の後半の方に入っていきたいと思います。後半の続きですね。テキストもね、ちょっと間飛ばしましたけれども、34ページですね。ここから前に進めていくということになりまして、まあ一応34ページからね、いよいよ民法の結構細かいね、細かいかな。まあ少し中身に入っていくというね、そういう感じになると思ってください。はい。34ページですけども、第3節ですね。民法の指導原理と試験と書いてありますけども、ちょっとまずこのね、第3節のところは、まあ民法の共通の考え方みたいなね、そんなところと思ってください。 まちょっと早速の早速みたいなね、えー、そういうところになっちゃいますけれども、まあ、民法の、まあ一応いろんな考え方ですよね、えー、言葉の学習になることも多いかなというね、えー、そういうふうに思っておってください。まあ、一部は全体構造編でもやってるところではありますんで、えー、そこもね、ありますが、えー、少しちょっとこうね、えー、いきなり問題の解き方ですよね、これの実践というところも入ってきますんで、まあ、そういった意味でちょっとね、中身に入っていくようなところと思ってください。一応第3節は全体 B ランク、B ランクでえしといてください。<laughs> えー、第3、あ、ごめんなさい第。第1巻がごめんなさい。B ランクです。第1巻が B ランク。ね。第1巻を B ランクにしといてください。はい。えー、まずは民法の共通の考え方ということで、まあ、縦の1ですね。指導原理が4つ上がっておりますけども、1はまあ、あんま言うことないっす。ね。えー、234ですね。これをちょっと前提にしていただくといいかなと思います。234を3大原理というね、えー。そういうふうに言っていくことが結構あります。はい。えー、丸の2から解説チェックをちょっと入れておいてください。えー、丸の2えー、所有権絶対の原則。 まあ、なんとなく読んでわかるかなっていうね、えー、感じがしますけどね。えー、ある人の所有権ね、えー、これはおかしじゃならない、絶対なんだ、というのが原則だと。まあ、こんなね、えー、意味で、まあ、これも読んで自動今年でして、まあ、一応読んだらなんとなくわかるかなと思います。はい。丸の三解説してくれちゃいましょうか。えー、指摘自治の原則。これまた後ほど解説入れます。丸の四。 過失責任の原則。過失チェックを入れておいてください。はい。とりあえず三大原理と言われるものの、まあ一応お話はこの三つと、こう思っていただいていいかなと思います。所有権絶対ということで、まあある人の所有権ですね。えー、これに対しては不可侵である。ね、犯してはならないというのが原則であるというね。えー、そういうことになるのが、まあ一つ目と、こう思ってください。はい。えー、二番、長しめで結構です。で、三番、括弧の一もえ飛ばしていただいて結構です。カの二ですね。まあこれも読んだらわかるかなということで、も特にね、えー、チェック入れません。ね、復習するときも所有権絶対の原則。まあ見たらわかるんで、ね。多分 なりますそういう意味では、まあね、特にノーチェックということで構わないかなと思います。はい。えー、流し読みちったところはね、まあ読みたい方読んだら結構よってね、それぐらいの、まあ軽い感じですんでね。えそういう意味では、まあ復習するときに、もうね、チェック入れてないんだったら飛ばせってね。えそれでも全然結構かなと思います。はい。え35ページ行きましょう。カッコの3番。指摘自治の原則ということで、ちょっとここはね、漢字の意味ですね。えこれをしっかりと理解いただこうかなというふうに思います。えー、カッコの3。解説チェックタイトルに入れておいてください。え指摘自治の原則。 で、一行目真ん中です、えー。自由な意思に基づいて自律的に法律関係を形成することができ。反面、自由な意思によらなければ権利を取得し義務を負わされることはない。という原則と。ということで、ちょっとまあ、二つの意味が入ってるかなと。こう思ってください。二、えー、つの意味がね、えー、少し入ってるよと。こう理解いただくといいと思います。ちょっと番書します。ね、指摘自治の原則のまず一つ目ですけれども。A さん土地を持ってるよと。で、 この持ってる土地について、まあ、売りたいと、いうときに、誰に売るか、いくらで売るか、いつ売るか、とか、まあ、いろいろと決めないゃいけないことがありますね。でも、この、決めなきゃいけないことは、要は、指摘自身の原則。 自由な意思で決められると、はい。指摘自身の原則ということで、まあ、自分の意思で決めれると。 まあそもそも売るかどうかですね。これもです。ね。これも含めてですね。売るかどうかも含めて、ね。えー、これも含めて、自由な意思で決めれると。売りたくなきゃ売らなくていい。ね。貸したいんだったら貸したらいい。ね。えー、誰に貸すか、それも誰に売るか自由です。いくらで売る自由です。いつ売る自由です。ということで、とにかくまあね、えー、自分の、まあ、権利義務関係というのは、自由に決めれるんだと。ただ、決めた以上はです。 拘束されるよとまあ決めた以上というのはあれですけども、まあ、契約した以上でねこれねでちょっと前段入れときます自由な意思で契約した以上は拘束されるとこれ指摘自身の原則の表れと思ってください これは言い換えると、売ったら引き渡す義務を負いますよね。義務を負うのは、自由な意思で決めたからだと。こういう説明になります。売った。 渡さなきゃいけません。渡さなきゃいけないという義務嫌だなと。いや、それあんた決めたことやんと。自由な意思で決めたからです。自由な意思で決めた以上は拘束される。これが指摘自主の原則の反面のところですね。自由な意思によらなければ義務を負わされない。逆に言うと、脅されて売ったんだったら拘束される理由はないですよね。脅された。自由な意思で決めてない。ね。えー、脅されて、しぶしぶ売らされたと。ね。そんな場合にまで、 引き渡す義務で拘束するのは気の毒だよねと。なのでその場合は取り消すことができるとかね。えー、そういう形で義務をあくまでも自由意思で決めたからだと。ね。えー、まあ人によってはね、えー、例えばこうね、80過ぎちゃったらこうボケちゃって,てね。えー、ボケちゃった状態で打ったとかね。これでもやっぱり自由な意思で決めたとは言いにくいですよね。えー、ボケた状態で打ったんだったらこれはちょっとね、自由意思で決めたとは言いにくい。なのでこれも、まあ場合によっては取り消しとか無効とかね。えー、そういうふうにしていこうじゃないかということになりまして、この指摘自身の原則ね、とりあえずは自分で自由に決めれる でも決めた以上は義務で拘束されるというね、こういうことになるのが指摘自治の原則だと、こう思ってください。はい。4行目も合わせて解説チェックを入れちゃうといいかなと思いますが、まあ、この板書終わった方からね、4行目、そしての後です。そしての後からの一文をね、解説チェックをちょっと入れておいてください。指摘自治の原則を具体化したものとして、契約自由の原則があると。 ということで、ね、えー、誰とどんな契約をしようと自由ですよというね、えー、こういう話だと思っていただくといいと思います。はい。ということで、まあ一応自由だよっていうね、えー、そこのところが、まあ一応指摘自身の原則と。でも、決めた以上は拘束されるも、ね、えー自,治自,えー、自由ですね。えー、これの中身になっているよと。こう思っておいてください。はい。続けていきましょう。 カッコの4番、過失責任の原則ということで、はい、えー、ここも意味ね、なんとなくわかるかなと思いますけども、一応解説していくわ、入ておいてください。1行目です。事故の行為により他人に損害生じたとしても、故意または過失がある場合にのみ責任を負うとする原則と。いうことでね、まあ過失責任と書いてますが、故意ある場合はもちろんです。ね、故意ある場合はもちろんですが、過失によらない限りは損害生じても賠償責任を負わないと。 こう思ってください。まあ、ここはちょっとこうね、えー、車の運転なんかを想像するといいかなと思うんですけれども、はい、交差点がありますと。で、自分の進行方向、こっちね。青で交差点に差し掛かりましたと。ところが、こっちが青ってことは反対方向赤ですがね。赤信号を無視して、侵入してきた人がいて、事故が起きちゃった。 はい。自分 A、相手 B と思ってください。で、B さん、大怪我しちゃったと。さあ、この損害に対して A は賠償義務を負いますかというと、いや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 と。ね。えー、青信号で入って漫画だと。濃い過失ありますかっていうとないですね。基本的には。信号に従って進んでるにも関わらず過失ありというのは、これはちょっとね、えー、常識からは外れるだろうということで、これは過失なしです。なので、 賠償義務なしです。ということで、過失なければ賠償義務を負わないというね、これが過失責任の原則と、こう思っとってください。はい、えー、とりあえず、ま、ここの、 え、原則に関しては、学者さんの一部に、特に民法改正に携わった人の一部に、この貸出責任の原則はもう放棄されたんだみたいな極端なことを言う人がいますけれどもね、ここは、あの、改正法を一応ね、担当者の法務省の方では、基本的にそこは想定してないというね、そういう前提のようですので、ここは貸出責任の原則放棄されてるというね、位置言説がありますけれども、そこはあんまり間に受けすぎない方がね、いいかなとは思います。はい、貸出なければ基本的には賠償義務なしというね、こういう発想でいいだろうというふうに思ってください。 はい。ということで。で、えー、もう一点。実はちょっと過失のところで、早いかなという気もするんですけども、過失については、えー、不注意という日常用語がよく、えー、え、当たりますけれども、皆さんはもう司法試験向けの勉強を始めてる以上は、過失と聞いたら、こう置き換えてください。詳しい話は、刑法で出てくると思いますけれども、 過失と聞いたら注意義務違反というふうに翻訳できるようにしておいてください。過失イコール注意義務違反です。から、過失ありというのは注意義務に違反してる。こういうことを言います。過失ありイコール注意義務に違反してる。どういうことちょっと、これね、青信号で済んでたらまあ一応ね、注意義務は尽くしていた。義務違反なしですけども、例えばこれね、えー、一時停止のライン、これを 見落として進んじゃったとすると、これは前方中止義務違反という過失があるというような感じになったりするわけ、ね。まあ、信号ね、ちょっと関係なしで考えますけどね。えー、信号なしで例えば一時停止線を踏み越えたとかね、えー、停止せずに入っただと、これはやっぱり一時停止すべき注意義務。 これに違反したということで過失ありと。ね。そんな感じで、過失というのは注意義務違反、これを指しているよということをできたらもうね、1回目ではありますけれども、まあ今後、ね、何回も何回も出てきますんで、ね、早めにちょっとこう翻訳できるようにという感じにしていただけるといいかなと思います。はい。ということで、まあ一応3原則ね。えー、特にまあ指摘自治の原則ですね、えー。これはちょっとね、あの、言葉が少しね、えー、言葉だけ見ても出てきにくいと思いますので、まあ、ちょっとここは言えるように書けるようにというね、そこまでは一応できるようにしてもらうるといいかなと思います。はい。 まあ,あの復習用の教材もね、ちょっとあすみません、1個補足がありまして。 え、ちょっとね、復習用のチェックシートというのね、え、一応あるかなと思いますが、え、ここですね、すんません。一週目、二週目関係なしでテキストの順番に並べてますんでね、え、一応テキストの順番並んでるんで、え、一週目、二週目のちょっとね、え、違いが出てきませんし、あっち行ったりこっち行ったりというね、その辺もちょっとこうね、え、今日、え、物件のとこ行きましたけどもね、え、そこもちょっと反映してない内容になってます。ま、一応テキストの順番並んでるということで、ま、そこの項目、え、一応追いかけていただいたら、ね、復習するときに今日も物件のとこちょっとやったんでね、え、物件、あ、ここまでやったなということをね、え、あればそこまで復習 すするみたたたいいいいいいいなななそんな感じでやってだらかとうに思いますはい。ということで、まあ、一応前に進めましょう。はい。えー、35ページ横の2番のところで指導原理の修正というふうに書いてありますが、ま、あ一読しといてもらったらいいかなという程度でしょうね。まあ、契約自由の原則とは言うけれどもね、えー、これ電力会社に契約自由の原則を認めたら大変なことになりますんでね。えー、契約自由の原則だ。ね、えー、あんた気に入らない、完電嫌いなんだろうとかね。えー、そういうことで電気上げないよとかね、そんな風にしたら生きていけないですからね。 水道もそうですね。水道契約もね。えー、まあね、えー、大阪市の会が大嫌いだからってね、えー、その大阪市の水,、えー、水使っちゃいけないとかね、えー、そんなことになったら大変なことになりますんで、まあそこはね、えー、水道であるとかね、ライフラインについては契約自由の原則が少し修正されているよというふうな感じだと思っておってください。はい。37ページ入りましょう。 はい。37ページまでね、もうさーっと流し読みしておいてもらったら十分ですんでね。今の段階では深入りはしすぎないという感じにしておきましょう。はい。第2巻、試験と書いてあります。一応民法で扱う権利に関するお話ですね。司法上の権利ぐらいのね、そういった意味になります。横の1番、A ランクになります。ちょっとここはね、早めに言葉に馴染んでいただきたいなというところで、解説チェックを入れたところですね。解説チェックを入れたところをしっかりとね、押さえていただくような感じにしておいてください。はい。2番、括弧の1については、ここはですね、 え、一応まあ民法以外の勉強も全部していったら読んだらわかるというね。そんな感じになるかなと思いますんで。まあ今の段階ではあんまりこう深入りはしないというね。まあ一番かえ、二番かっこいですが、えー、特に民法で中心で扱うのは括弧の市財産権とこう思ってください。まあかの市の社員権今は結構です。これは会社法でやりますんでね。えー、会社法で株式というね。えー、これ学習したらまあかっのでわかりますんで。まあ今の段階ではパスという感じにしておいてください。はい。で、むしろ、むしろね、かっの二番。 えー、ここの四、五、えー、つね、並んでおりますけども、このうちの四つですね。これはちょっとね、早めに言えるように書けるようにというね、こういう感じになっておいてください。えー、民法上の権利の中でね、えー、とりあえずこういう、ものがあったりします。括弧の絵、解説チェックを入れておいてください。支配権。で、権利者の意思だけで、権利内容を実現することができる権利と。 ということで、次の条物件。これが代表的な支配権になります。はい。えー、物件以外の、まあ、支配権については民法で扱いませんのでね、えー、その後、無体財産とか人格権書いてますが、これもね、えふーんと聞いといてもらえたら結構です。えー、特には無体財産権の一つとして、著作権とかあったりしますよね。えー、著作権も、ま、物件的なもんだという感じで持っててもらったらいいんですけどね。まあ、ここはもうね、著作権まだ勉強してないね、えー、皆さんに言ってもあれだかなと思いますんで、まあ、ここは、ね、えー、支配権自分の意思だけで、 えー、これ、は物件から物件に準じて著作権等の、ねえー、知的財産権なんかもまあ入っていったりはします。はい。えー、それに対して、カッコの B、請求権。これがまあ比較的多いかなと思います。カッコの B も解説してくれておいてください、えー。請求権。他人に対して払うことを請求することができる権利。で、イグザンプル債権と。 で、その後の物上請求権も一応チェックを入れておいてください。まあ、物件的請求権もね、まあ、一応請求権の一つというね、えー、そういう捉え方をします。はい。えー、とりあえず、ま、債権、物件的請求権、物上請求権ということもありますがね、えー、前半にやった物件的請求権ね、えー、これ物上請求ということもあったりします。はい。これま、要は人に対する権利ですね。えー、これが一応請求権と。まあ、物件的請求権ね、えー、ここま、物に関する権利ですが、まあ、実は人に対してやれっていう権利なので、まあ、一応人に対する権利の一個にもね、なってくると思ってください。はい。えー、弧の C、形成権。 はい。言葉、ちょっとこれはね、えー、よく使う言葉ですのでね、えー、しっかりと押さえておきましょう。カッコのし解説してくれておいてください。えー、形成権。で、一方的思表示により、法律関係の変動を生じさせることができる権利と。 で、エグザンプル、取り消し権、解除権。一応ここまでチェック入れときましょう。はい。一方的指標人によりというところですね。これちょっとまあ、鉛筆なんかでぐるぐると囲っおくといいかなと。から、変動を生じさせるっていうね。ここも鉛筆で囲っおくといいかなという感じがします。えー、どういうことか、ちょっとまあ、取り消し権が分かりやすいかと思います。はい。えー、ちょっと取り消し権、例にね、えー、お話ししておこうかなと思いますけれども。まあ、まだね、学習はまだまだ先になりますけれども。 はいえー、A があるものを売ったと。何でもいいや、時計でも売ったと。ねえー、時計売った、ねえー。時計売った際に、これは、ね、ロレックスの本物の時計であるということで、まあ、100万円なんかで売ったと。こう思ってください。ところが、何の何のこれは本物じゃなくて、偽物でしたと。だったら、B としてはどうしたいか。中途、民法96条詐欺だと。 取り消したいわけですね。取り消すとどうなるかです。取り消すとどうなるか。変動が生じます。この売買契約に変動が生じまして、これは売買が実は遡ってなかったことになると。今まであった売買契約ですよ。今まであった売買契約で A は B に 代金請求権があって、B は A に対して支払、えー、引き渡請求権があって、で、さらに所有権も移転してっちゅうね、えー。そういうようなまあ効果が生じうるところだったんですけれども、そこが取り消しによって、遡って向こうにという形で変動するんです。で、しかもその変動が、一方的生じ B だけの意思ですね。A がどうこういうと関係ないと。B だけの意思で変動生じる。こういったものを形成権というね、そういう言い方をしていくんだと思ってください。 いいでしょうか。一方的意思で動かすというね。これが形成権という言葉の意味だと思ってください。はい。とことこできます。で、取消権、解除権。まあ、まさにね、そういったところですが、まあ、そこにもう一個入れといてください。まあ、今のところは、作業だけですね。 総裁権と言います。まあ、総殺と書いて、総裁とね、読んでいきますけれども、えー、総裁権、相殺しと書いてね、まあ、物騒ななん,なんかね、文字でありますけれども、えー、総裁権ですね、えー。これもまた総裁のところでやればいいですけれども、まあ、これも形成権の一つというね、えー、そんな理解をしていただいたらいいかなと思います。はい。ということで、えー、今の段階ではまあ、この辺かな。えー、とりあえずで、ね、形成権は一応そういうことにしといてください。一方的な意思で動かせるっちゅうね、えー、そういう話だと思っておきましょう。はい。 えー、続き行きましょうか。カッコので、公弁権ということで、えー、公弁イコール反論と思っていただいたらいいかなと思います。もう今の段階ではね、えー、公弁というのは反論だというふうにっとってください。はい、カッコので解説してくれておいてください。えー、公弁権で他人の権利行使妨げる効力を持つ権利という、まあ、抽象的にときますけども、要は反論するで、できる権利ですね。エグザンプルも入れておいてください。同時履行の公弁権と。 はい。ということで、まあ一応、公弁権と名前ついてるものはね、えー、まあ結構まあありますけれども、とりあえず反論する権利と、思ってください。はい。まあ、ちょっと早いですけども、A が B に土地を売ったと思ってください。1000万ぐらいにしておきましょうかね。で、売りました。A が B に代金払えと言ってきたと思ってください。 はい。B としては何言いたいでしょう自分の引き渡しはせずに代金だけくれって言ってきたんですよ。お前ふざけんなと思いませんいいですかね。A が B に、お前買ったんだろう、代金払えと言ってきた。これに対して、引き渡しと同時だと。こういう反論ができるのが、 同時履行の公弁権で、これ533条というね、えー、そんな条文のところで学習します。もう今は別に見なくていいですよ。見なくて、まあ見たい方見ていただいたら結構ですけれども、えー、とりあえず引き渡しと同時だという反論できるというね、金払えと何言うてんねんと。ね、お前も払えと、払え言うんやったらね、渡してから言えともね、えー、私と同時交換だいというね、えー、そういうふうな感じです。引き渡しと同時交換だと言えるね、えー、これが同時履行の公弁権と思っていただいたら結構です。はい。ということで、まあ一応ね、えー、試験、私上、司法上の権利ですけれども、 司法方の権利の一応種類としてはこの4つですね。これがまあイメージできたら OK かなというところになりますね。まあ同時以降の公弁権はね、えー、民法の13回目か4回目ぐらいでね、多分やると思いますんで、まあそれまでちょっとお楽しみというね、そ、え、う、ー、いうことでちょっとしばらく置いといてください。はい。まあ今のところはそんなところにしときましょう。カッコの E はもう一読しとけば結構です。はい。えー、カッコの3番、試験の効力による分類と書いてますが、えっ、ー、と、ここはまあ、 法律用語でよく出てくるね、えー。絶対と相対というね、えー。そういう言葉遣い。まあちょっと、まああえて解説チェックまでは入れませんけれどもね。絶対的権利イコール、誰に対しても言えるみたいなね。一般人で書いてますが、要は誰に対しても言える。いうのが絶対的権利。で、それに対して相対というのは、これは特定の人にしか言えないというね。えー、そんな感じで、絶対と相対というね、えー。そういう言葉遣いはよくよく出てきますんで。まあ、ここもまあまあね、えー、取得しておいてもらったら、えー、ちょっとまああ,あえて解説チェックは入れませんけれどもね。えー、興味ある方というか、まあ 一応ね、気になる方は、まあ、鉛筆でアンダーナインでもね、一人でいたいてももちろん結構かなというところですが、まあ、一応共通のね、えー、勉強の対象からは、一応入れておかないね。えー、どうせいつか覚えてるからね。えー、どうせいつか覚えてるだろうというふうに思いますんで、ま、あいいだろうというふうに思います。はい。続けていきましょう。38ページ。 横の2番で試験の公共性というところに入っていきましょうか。ここからちょっと条文の学習にね、えー、少しずつ入っていきます。1番気にしないでください。ね、青文字もありませんので気にしない。ね、えー、飛ばしちゃってください。はい。2番、審議誠実の原則で審議則と書いてあります。一応ランクは A にしときましょうか。はい。審議則。 ということで。はい。えー、審議。まあ、一応ね、えー、なんとなくこう、日本語的な意味はね、わからんでもないかなとね、えー、信頼とね、同義みたいなね、えー、そんな感じありますが、ちょっと条文を確認しましょうか。えー、民法、一条、二項ですね。これちょっと引いてください。はい。民法の一条の第二項。はい。民法一条二項を引いていきます。はい。一条の二項を見ると、えー、権利の行使、義務の履行は、 審議に従い誠実に行わなければならないというね。えー、そんな風に書いてあります。はい。えー、権利行使、誠実に行わなければならない。まあ具体的なイメージでいくとね、えー、貸金請求権で100万円あると。ねえー、その100万円の貸金。 の権利行使で、いやいやいやと、利息で、ね、たらんがなと、ね、一応俺に対する医者料として20万上乗せだとかね、そんな感じで120万の請求するとかね、ちょっとそれ真偽に反しませんかと、ね。貸したのが100万円やったらね、それは契約上の利息取るのはいいよ。契約上の利息とか、まあ、契約上遅れたということで、まあ、遅延損がきいいけどね、それとは別に迷惑料100万とかね、200万とか20万とか、それはちょっと真偽に反するよね、ということで、まあ、ね、権利行使誠実にしましょう。 もちろん義務の履行も誠実にっていうことで、もう返してやれやとね、さすとバーンとかほん投げるとかね、そういったものはこれ誠実じゃないよってことで審議則に反すると。まあそんな感じでね、言っていくことにはなりますが、まあそんな場面は民法の問題検討でやることはありませんので、まあとりあえず審議則ね、お互い信頼関係ね、壊さないようなやり方しましょうというね、そういうふうな意味だと思っておってください。はい、えー、括弧の1番。 解説チェックを入れときましょう。まあ、あんまりね、えー、使う場面はそうそう多くはないんでね、えー、解説チェに、えー、ェックは入れときますけどもね、えー、論文なんかで使うのは、まあね、ね、えー、基本的にはこの後言いますが、最後の手段でね、こう戻ってください。えー、1番、カッコの1、解説チェック入れときます。えー、1条2項で、2行目真ん中で、審議則。で、当該具体的事情のもとにおいて、相互に相手方から一般に期待される信頼を裏切ることのないよう、誠意を持って行動すべきという原則と。 ただまあ、誠意を持って行動すべき。まあ、抽象性高いんでね。抽象性高いということは具体的場面でなかなか使いにくいというね。そういうことでもありますんでね。そういう意味でまあ、使うのはもう最後の最後の手段というね。後ほどまだチェック入れますけれどもね。もう最後の手段というね。そういうふうな意識づけをもとってもらったら結構でしょう。はい。一応ここ民法の条文1条2項ね。権利義務の、まあ一応場面ですね。権利の行使義務の場面というね。そこになんかこう、縛られているかもしれませんが、もう民法全体の共通ルールというね。そういうふうにもとってください。 はい。まあ、審議則は民法全体、カッコの2番ね、妥当範囲って書いてますが、まあ、一読しとれば結構です。要はもう民法全体で妥当する。一応、そういう原則だと、こう思っておいてください。はい。カッコの3番。今見ても、ちょっとちんぷんかんぷんと思いますんで、カッコの3番2週目に置いておいてください、ね。2週目でまた細かいお話はちょっと言っていきますんで、今の段階では保留というね、そういう感じにしておいてください。ちょっともやるかもしれませんが、カッコの3番は一度、一旦ね、ちょっと保留と、えー。その次のページ、39ページの表も同様です。えー、一旦、ちょっと置いておいてください。はい、えー。40ページいきましょうか。 え3番、権利乱用の禁止。こちらの方に入りましょうか。はいえー、3番、これは A ランクにしといてください。これもですね。えー、これも A ランクにはしといてください。はいえー、権利乱用。条文、ちょっと見ておきましょうか。えー、1条の3項。これも抽象的なお話ですね。えー、1条の3項。権利の乱用はこれを許さないと書いてましてね。 まあ、権利乱用の場合には、まあ、権利許さないみたいなね、えー、そういうふうな条文に読めるわけですけれども、どういう時に乱用なのかね、まあ、これもまあ、抽象性の高いお話だというふうに思ってください。ねえー、この抽象性が高い条文イコール、使う場面は最後の最後の手段というね、えー、そういうふうなちょっと心構えをね、持っいてもらったらいいかなと思います。はい。権利乱用、まあ、イメージしやすくするために、先に事例から言っちゃいましょうかね。カッコの2番の下に、 うなずき温泉事件と書いてますね。まあ、うなずき温泉という北陸にある、ね、温泉でありますけどね。実際にまあ、ちょっと行ったこともある方もね、いらっしゃるかもしれませんが、北陸道をね、走ってるとね、そょ右手、北陸道ね、北の方に上がっていくと右手に見えてきたりしますけどね。右手に駅がね、見えてきたりしますけども。まあ、うなずき温泉駅っていうね、その,のがあったりしますが、まあ一応ダイヤモンドね、これ一応練習問題の意味を兼ねて、問題チェックをちょっと入れとこうかなというふうに思います。はい。うなずき温泉事件。事案。 一行目から、よかったらちょっと問題チェックを入れておいてください。えー、X は、うなずき温泉経営する Y 会社が他人の土地二坪ほどをかすめて飲油館設けているのに目をつけ、その土地を買い受けて Y に不当な高額な、不当に高額な価格での買取を要求したが拒否された。そこで X が Y に対し飲油館の撤去を請求したと。こんな風に書いてあります。はい、そこ全体ちょっと問題チェックを入れておいてください。 えー、とりあえず、まあ、温泉がありますよということは、まあ、ちょっと絵が下手くそで勘弁しておいてほしいんですけれども。はい。えー、とりあえず、まあ、温泉。えー、ちょそう、立体的に書けないので申し訳ないですけどね。えー、ここに、まあ、一応、温泉の源ですね。宣言があると。こう思ってください。で、ここの、 うなずき温泉事件 Y ね。うなずき温泉というね、えー、旅館経営してる Y ではありますけども、ここの Y さんが、温泉源から自分のとこまで湯を引っ張るのに、ちょうどここ、いいですかね。ちょっと間開けたのは意味があるんですね。ここ、他人の土地だったんですよ。他人の土地を通らないとパイプが引けないっていうね、そういう状態でして、ここ、 二つほど、ちょっと通ってしまってたと。こういう状態だと思ってください。で、これに目をつけた悪いやつがいるんです。これ X です。X が、ここを買ったイコール所有してるんですね。で、俺の年の上に何を勝手に、パイプ通しとんねんと。いうことで、 X の Y に対する請求、どんな請求でしょうというと、妨害排除請求ですね。俺の年の上に勝手にパイプを通すな、ということで、妨害排除請求権。これをやっていくと。これが今回の事案です。いいでしょうか。さあ、その要件、揃ってるでしょうか 妨害排除請求の要件何だったら言うと、原告所有被告妨害ですよね。はい、この土地、X が、まあ、他人から買い受けて所有しております。で、この土地の上に Y が、まあ、不法いながらも、妨害しているような状態になりますんで、実はこれ、妨害排除請求の、要件満たしちゃってるんですよ。いいですかね。 要件満たしちゃってるんです。けど、これ、防害排除席は、パイプどけろっていうわけでね。パイプどけちゃったら、これは4000旅館経営できませんわね。いいですね。で、しかもですよ。わずか2つぼ。1つぼ3.3平米、6平米ちょいぐらいのところですよ。 ね、2メーター ×3 メーターぐらいのところですわで。そこをわざわざ X は他の人から買い受けてですよ。こんなことやってるわけでね。こんなパイプどけろなんてうね、えー。そんな認めてしまったら、Y に与える影響はでかい。割に得られる利益は中と大したことねえがなという話ですね、えー。その辺考えてみると、この防害反射請求は、どうなのと。 権利乱用だという Y の反論が言いたくなりますよね。Y の反論としては、権利乱用だ、こんなもん認められるか、というふうに反論したくなります。はい。で、この権利乱用の反論ができるかどうか、というね、えー、こういう話でありますが、まあ特に解釈論ではありません。ねえー、練習問題と思ってこのうなずき温泉事件ね、えー、やっていただいたらいいかなというふうに思います。はい。えー、とりあえず意味、趣旨、それから要件ですね、解説チェックをちょっと入れておいてください。 えー、テキスト、えーと、40ページですかね、えー。40ページの上、括弧の一番、書き出しから解説チェックをちょっと入れておいてください。1条3項で、1行目の末で、権利乱用の禁止。で、とはあの後も解説チェックを伸ばします。外形上は正当な権利行使のように見えるが、具体的実質的に見ると権利の社会性に反し、権利行使として善任することが妥当でない行為を禁止することと。 はい。一応は正当な権利行使に見えるんです。妨害排除請求というね。一応は正当な権利の行使に見えるけれども、実質的に見たら、人に迷惑をかけるような権利行使であるってゅうね、えー。そういうことでこれは妥当じゃない行為だから禁止しよう。これが権利乱用の法理と、こう思ってください。はい。で、どんな時に権利乱用に当たるか、カッコの二要件ですね、えー。権利乱用という主張がどんな時に認められるか、カッコの二番に解説チックを伸ばしておいてください、えー。権利乱用の有無の判定基準。 権利、行使する者の主観的対応、概意など。から次の行で、行使される権利がその社会的機能から見て、保護に値するか否かという客観的基準。で、二行下降りて、両者を考慮する。で、 一応解説チェックを切っといてください。で、なんかその前後を読むとなんか争いがあるかのようなねえ。そんな感じに見えるかもしれませんが、もう解説チェック入れたイコール、この説でもいいと、一本化して考えてもらったら結構ですね。えー、で、これまあ法律用語でよくよく出てくるんですが、主観的といった時には頭の中身ですね。えー、行為者の内心を指していることがありまして、まあ主観的対応、要は権利交者今回であれば X ですよね。X の内心なんだったっちゅうと、高値で売ってやろう。 邪魔してやろうみたいなそういう害意があるわけですね、えー。そこの害意がある点にも着目するし、さらに、行使される権利が保護に値するようなものかどうか、えー。確かに所有権絶対とは言うものの、高々二つも反対に、 この権利行使認めた時の外役ですよね。えー、外役は何ちょうと温泉が使えなくなるっちゅうね。温泉旅館困る。温泉旅館困る行動はそこに泊まりに来る人も困るっちゅうことで、迷惑受ける人が不特定多数に及ぶ。もちろんそこの温泉経営できなければ、従業員たちもね、えー、食べるに困るみたいな、そんなことになるわけで、えー、そういう意味でもやっぱり外役が大きいというね、えー、客観的対応と書いてますけれども、まあ、これは内心以外の事情と思ってくださいね。後遺者の内心以外の事情で、まあ、要はね、後遺者の内心と、それから、 権利それそ、そのものがまあ保護に値するものかどうか、ね。これは諸般の事情を総合的に見て、ね、判断すると。まあ、一応2行目から3行目、ごめんなさい、カッコの楽器で、二行目じゃない、3行目から4行目にかけてですね、要するに下回、ね、書いてますけども、ここの視点も持っといても結構です。ね、得られる利益と、 すみません。えー、及ぼす損害ですね。えー、このあたりを、まあ一応比較考慮というね、えー、バランシング取るということで、まあ、大、えー、権利乱用に当たるかどうかをね、ちょっと考えてみようというね、そんな話だと思ってください。はい。ということで、まあ、権利乱用ですね。えー、外、外形的には正当な権利行使。 に対して、権利乱用だから許さないというね、えー、そういう反論と、こう思っとってください。ただ、まあこれについては、まあなんちうかな、えー、最後の手段という意識をね、しっかりと持っとってください。はい。えー、ダイヤモンドその下25年が上がっておりますが、これちょっと2周目にしないと分かんないね、えー、事案かと思いますんで、今はちょっと保留という感じにしといてください。はい。えー、権利乱用についての効果、カッコの3番入りましょうか。カッコの3のカッコの A に解説してくれといてください。えー、権利本来の効力認められない。ということで、えー、権利、 行使、阻止ですね。権利行使は禁止されるっていうね。そういうことになってきます。はい。カッコの2。これ当たり前と思っとってください。えー、一応これね、民法の問題検討の際ですけどもね。えー、物件再建、別物ですんでね。別物というと変ですけども。物件再建。えー、まあ両方。別途検討と。これはもう当然だと。 こう思っておいてください。物件と債権ね。これもう別途検討すると。いうのはもう当然にしといてください。どういうことかっていうと、今回の X の Y に対する、妨害排除請求。これ物件的請求ですけども、これ以外に XY 間でどんな債権的請求があるかというと、この妨害排除請求は権利乱用だ。まあ何してくれんねんということで、今度は Y からの反論ですね。反論というか Y からの逆襲ですかね。Y から X に損害賠償請求という債権これはもう当然、なしうると。 こう思ってください。はい。これかっこ、カッコの B ですね。えー、青文字で書いてますけども、当たり前じゃ当たり前なんですね。えー、これはもう別途、ね、再建的な問題は発生するというふうに思ってってください。物件は物件、再建は再建で別個で、ねえー、考えていくと思ってください。はい。その下、震源旗のお話が書いてますけれども、まあ、持続しておけばいいかな、というね、えー、そんな内容です。はい。 過去の詩、これも完全に択一用ね。過、え、去、ー、の詩は C ランクに落としてもらったら結構ですけれどもね。えー、権利乱用ひどいと権利剥奪っちいうこともあったりしますね。えー、親権者が親権の乱用すると親権剥奪とかね。えー、そんなのがその過去の詩に書いてますけれどもね。えー、ここまぁね、今の段階でいいです。もうこれ択一用。えー、ほぼ,ほぼほぼね、親族相続と言われるところは択一用になりますんで、まあ今の段階ではね、過去の詩は C ランクというね、そんな感じにしおいてもらったらいいかなと思います。はい。米印。 解説してくれちゃいましょう。はい。なお書きのところです。解説してくれといてください。えー、権利乱用の禁止は一般条項。で、その要件も不明確なので、民法の他の条文などによる救済不可能な場合に、補充的に最後の手段として使うべきと。ということで。はい。えー、これですね。最後の手段。 ということをね、意識しておいてください、えー。今回のうなずき温泉事件。これ実は最後の手段になります。えー、これまた民法の物件法を全体学習して、2週目のところでもね、少しお話ししようかなと思っているところなんですが、X の Y に対する物件的請求ですね。この物件的請求に対しては、実は Y の方で、典型的な反論が4種類あり得るんです。でも、その4種類の反論、どれも無理なんです。まあ、例えばですけどもね、えー、Y として、この防排除請求を規定する一つの理屈として Y、 X さん所有なくなったやんみたいなね、所有権喪失みたいな反論があったりするんですよ。でもその所有権喪失の反論は今回無理だよね。あるいは Y が借りてるんだったらいいよね。 けども、借りてる占有権限って言ってきますけどね。占有権限の反論もできないよね。ね。その他の反論として、例えばこうね、いろいろあるんですけどね。えー、その他の反論もできない。で、できないけども最後の手段として一条参考。というね。こういう感じで論文では書いていくことになりますんでね。えー、他の反論ができない時の最後の手段というね。えー、こういうふうな位置づけをちょっと持っといてください。はい。 以上で、えー、権利ラインについては、ま、おしまいにしておきましょう。はい。えー、42ページ。ちょっと権利ラインとはまだ別個の話になりますが、4番、試験の実現と書いてあります。まあ、4番も一応ね、えー、A、ランクの続きということで解説チェックを入れておいてください。はい。えー、4番、えー、4行目の真ん中に解説チェックを入れておいてください。な、タイトルとか中身がずれてます。<laughs> えー、4行目解説チェックを入れておきます。えー、自分の力で権利内容を実現する、いわゆる自力救済。で、次の行の後半で、原則として許されないと。で、これ認めると、社会の秩序は保たれないと。はい。 え、これ一番イメージしやすいのは、まあ、ドラえもんをイメージしていただくと一番いいかなとね。え、ドラえもんの中にこう、やんちゃなわ、ね、え、一応、キャラクター出てきますよね。ジャイアンというやつがね。え、ジャイアンというやつがね、え、出てくる。ね。え、ジャイアンが例えばこう、伸びたりね、え、その、なんかゲームソフトの貸したと。え、伸びたが返さない。いうときに、自力救済でこいつボコボコにするとかね。え、そんなことをまあ、やったりすると、やっぱり世の中乱れますんで。ね、え、自力救済認めると大変なことになると。ね、そういうふうに思っといてください。まあ、世の中の秩序が乱れるというね。そういうことで、まあ、自力救済原則禁止と、こう思って たまーにね、えー、これ実務ね、え、弁護士やってるとね、ありますね、相談者としてね。えー、なんかこうね、文字理救済やらせてくれみたいなことを言う人はいるんですけどね。これまあ、やつ弁護士の立場としてはこれやっちゃダメってね。これやっていいよって言っ,ちゃったらね、これは弁護士としてこうね、資格飛んでしまいますんでね。えー、そこはちょっとこうね、なかなか言えないところというふうに思ってってください。はい。ということでまあ42ページまでね、え、民法の一応共通の考え方みたいなね、え、そんなところをまあ一応やっていきたいよということで、ようやく、まあこっから先ね、契約法のお話の少ーし入っていくね、え、そんな感じになると思ってください。はい。 第2章、試験の主体と書いてありますが、えここから先、学習する内容ですね。えちょっと、ここから先は、民法のね、えー、全体にまた、またがるね、お話でありますけれども、え第2章の横にちょっとレジメ9ページとね、え書いておいてもらえたらいいかなというふうに思います。えレジメの9ページというね、そういう一応ね、メモを入れといてください。で、えここから先、レジメ9ページでもあり、ちょっと版書も続きでね、えちょっと入れておきたいと思いますけれども、え契約の 効力発生要件と。そんなメモでも入れておいてください。契約の効力発生要件。でこれが、こっから実は、民法総則のほぼほぼ全部に当たりますが、224ページまでずっと続いていくと。はい、契約が、 有効で、契約に基づく請求するための、まあ一応要件みたいなね、えー、そんな位置づけになってくる。ただまあ全体、契約前のトラブルを想定してます。はい、そんなイメージをもとってください。で、レジュメの9ページですね。えー、ちょっとこちらの方も、 開いていただこうかなというふうに思います。で、ちょっと早速誤職があり申し訳ないですが、9ページタイトルね、えー、試験の客大の件が、権利の件にちょっと直さないといけませんが、まあ一応試験に、主体に入る前に、ということはここ、契約の効力発生要件というね、えー、ここからの学習がね、そういう内容であるというイメージをね、ちょっと持っといてください。契約法、これに入っていくよというね、えー、そんなイメージを持っといてください。で、これ契約なんですけれども、基本的に契約が成立すれば、相手に請求できるというのが原則だと思ってください。 例えば、売買契約も成立したよ。成立したんだったら、売り主は買い主に代金払えと言える。買い主は物を渡せと言える。という形でね。えー、とりあえず、成立すれば、これは、原則、請求可なんです。こういうイメージをね、持っとってください。契約成立すれば、原則可と思っとってください。じゃあ、成立する何がいるか、中と意思表示の合致。 これがいると言われております。はい。まあ、版書する方は、ここの、ジュメの中にもね、やってしまったらいいかなと思うんですけども、契約の成立ですね。意思表示のガチ。ね、えー、A が売ります。申し込み。それに対して B が、わかりました。買いますと。というふうに、 売ります、買いますというふうに、意思表示が合致すれば、これで基本的には成立です。もちろん契約書にお互いサインした。これでもいいですし、口約束でもいいです。いや、俺の年明けだな。1000までどうわ、うん、かった買う。ね。これでも成立です。ね、口約束でも成立でありまして、申し込みと承諾の合致ですね。意思表示の合致。これがあれば、契約は成立すると。こう思ってください。で、成立すれば原則として、 債権的な請求で、薬定債権です。薬定債権の請求は原則かと、こう思っておいてください。はい。これをまず大原則にしていきますが、ただ、契約には様々なトラブルが生じます。二つ目、有効要件と書いてますけれども、いや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 ということで、例えばですけれどもね、まあ、ここ、有効要件、どんなのがあるかというと、まあ、ちょっとね、えー、ここはもう全体はね、二、え、百、ー、224ページまでのところで全体見ていきますけれども、例えば、 社会的妥当性と書いてますけどもね。要はこれ、公序良俗違反とかね。えー、こんなのがあるよね。例えばこのね、土地がわずか一坪なんだけど、一千万とかね。何その高いのね。あまりにもぼったくりとかね。えー、ぼったくりだと無効とかね。えー、そんな話になっていたり。あるいは、能力。実はここから先42ページからやるのはここの能力に関する話ね。えー、ここが P42 からと。思ってください。で、この能力に関するもの。まあ、ここで3つの能力を学習していきますけれども、ここはもし書ければ、 無効または取り消し中ね。そんな話になっていって、契約の効力を否定することが可能になると。こういうふうに思ってもらったらいいかなと思います。はい。その他、まあ、有効要件としてはね、意思表示に関するまあ勘違いとか騙されたとかね、そういったものも有効要件の一つでありますけども、まあ、これはそのうちね、民法全体を学習していくうちにね、学習できるかなと思います。で、注意点これは、争う側が主張するっいうことになります。有効要件全体。争う側。 から、契約上の請求する人に対する、えー、契約上の請求に対する反論で使うのか、約上債権への反論ですね。はい、約上債権への反論として使うか、あるいは、 履行したものの取り戻し。で、民一二1 2 1 2と書いておきます。はい。有効要件全体使う場面。これは、契約上の請求に対しての反論で使う。ね、えー、金払いに対して、いやや取り消す。金払いに対して、いやいや無効や。ね、えー、そういう感じでの反論で使うのか、あるいは、無効だから返せ。 というね、えー。そういう主張として使っていくと。はい。使い方をね、ちょっと、えー、しておくといいかなと思います。で、ちょっとここ 1, 2, 1、121の2中ね、この条文よくよく使いますんで、まあ早くね、えー、この条文番号まで押さえてしまった方が早いかなという気がしますね。条文番号も押さえてしまう中趣旨で、121、えー、の 2, 2ですかね、えー。これちょっと一応、えー、条文確認しておきましょうか。はい。121の 2, 2。はい。121の 2, 2。見ていきますと。121、えー、の 2, 2。 無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けたものは、相手方を現状に服させる義務をね、まあ一応義務者のなんか形で書いてますけれどもね、えー、無効な行為に基づく債務、履行して給付したものは、相手方に現状を服させる請求ができるとね、えー、読んでいただいたら結構かなというふうに思います。とりあえず、まあ現状回復請求ね、えー、無効な行為。 であればね、取り、え、履行したものを返せと言えるっていうね、え、これが121の2の第1項と、こう思ってください。はい。えー、ちなみに取り消しもね、この無効な行為に入ってきました。これは121条を見てね、え、取り消された行為は初めから無効であったものとみなすということでね、え、取り消ししたものも、この無効な行為に基づくものの請求、これができるよと、こう思ってください。はい。あとちなみにこれ条文の枝番号ね、の2とかね、えー、書いてるとき、ちょっとこれは論文の書き方的なところね、この、この番書 ね、えー、続きも、レジュメの中にね、版書してもらったらいいかなと思うんですけれども、えー、ここは、121の2には、1項から3項までありますよね。121条の2、第1項ということで、必ず台を入れるようにしといてください。枝番号なければ、特に台は入れなくて結構ですけれどね、これ台入れなかったら、 わけわからんですね。121条の21個。わからなくなるんでね。えー、これ、121の2の1個を言いたいときには、121条の2、大という、必ず大を入れるね。枝番号の後、項の前には必ず大を入れるっていうね。えー、そこをちょっとルールとしてね、持っとってもらえたらいいかなというふうに思います。はい。とりあえずは、一応契約のね、えー、効力発生要件というね、えー、そういう一部になるのが、ここからの学習だよと。 ということで、えー、ちょっと置いといてください。ね、成立要件を満たせば原則を請求できるんですけれども、それに対する反論として、このね、えー、有効要件のところが、まあ一応ね、えー、議論されるよと、こう思ってください。はい。えー、ただまあ一応、有効要件だけではね、成立しない、えー、請求できない。ね、ごめんなさい。えー 成立要件、有効要件だけでは完結しないものもたまにあります。その完結しない場合が3つ目でして、まあこれまたね、代理のとこで学習したら結構です。この3つ目、これはまあ代理と思っておいてください。え、3つ目の効果帰属要件、代理の場合は3のところを検討すると。3の要件ね、またこれ代理で学習します。で、さらに4つ目、その他の効力発生要件ね、これもその他と思っていただいたら結構ですが、まあ条件期限なんかがあるときにはね、この条件期限、 争う側が主張するというふうな感じでね、えー、一応使っていくことがありますが、まあ、ここはもうね、今の段階では保留で結構です。今の段階ではこの有効要件ですね。えー、これに関するお話に入るよというね、その意識を持っとってください。はい。えー、42ページ。えー、そういうことで、えー、ここから試験の主体というね、えー、こういう話ですが、有効要件。 その中でも、能力に関するお話というね、えー、そういうふうに思ってていただいたらいいかなと思います。はい。えー、早速第一節以下、ちょっと言葉の学習になります。第一節の横1、横2は両、両方とも WA ね。横1の横に WA、横2の横に WA ということで、ちょっと言葉をね、えー、まずは学習していただこうかなというふうに思います。はい。横1、権利義務の主体と書いてあります。はい。えー、横1、書き出しから解説チェックをちょっと入れておいてください。あ、じゃあ、青文字からね、解説チェックを入れておいてください。権利義務の 主体となり得る地位資格のことを権利能力と言うと。で、3行目に飛んでください。権利能力を有する者を人と言い,い、民法上人には自然人と法人があると。はい、ここに解説してくれちゃってください。はい、えー、権利能力ということをね、まずは一応能力の一つとして学習していくと思ってください。ね。で、この権利能力って何やねんっうと、えー、実はね、えー、権利義務を持ち得る資格。 ぐらいのね、そんな意味です、ね。えー、代金債権とか、あるいはね、引き渡し請求権、持ち得る資格。で、それは誰にあるかと、人にのみあると考えますね。例えば、こう、ワンちゃんいますよね。えー、ワンちゃんが、なんか売買契約しますかと、できませんね。えー、ワンちゃんがね、えー、これ欲しい、ワン言ってもね、これは成立したことはなりませんからね。えー、とりあえず、えー、ここは、えっ、ー、と、犬とかね、猫とか、まあ一応、それは人以外のものですね。人以外のものは、権利能力なしと。 ということで、人犬がのものが、まあ一生主体になって契約することはできん。というね、えー、こういう意味だと思っていただいたら結構です。まあ、権利能力ね、人にのみ権利能力があって、権利義務の主体となりうる。というね、こういうふうに思っておいてください。で、この人には、自然人と法人がある。ね、そこもまあ貸してくれててもらおうかなと思いますけど、入れていただきますけれども、自然人と法人、自然人生身の人間と思ってください。横の2番、ね、自然人と書いてますが、自然人、1行目真ん中に返してくれとってください。 人間、生きているものは全て権利能力者。で、二行目の末で、たとえ赤ん坊であっても、両親の財産、相続することなどにより、土地の所有権や人に対する債権を有することが認められる。はい、ここで一旦切ってください。ね、えー、自然人というのが、まずはね、権利能力を持つというね、えー、こういう話だと思ってください。はい、で、自然人以外でも、 権利能力を持つことがあります。これを法人というね、えー、いうふうに言ってきます。自然人以外で人とみなすものね、えー。法人というところに、ね、まあ、よかったらね、えー、メモを入れといてください。えー、法律上人とみなすものです。これを法人と。で、典型例としましては、これは、会社。 が典型例と。こう思ってください。法律上人として扱うものを法人と言ってきますが、会社、ね。えー、株式会社、トヨタ、ね、トヨタ製作所とかいろいろありますけどね。えー、そういったまあ一応ね、えー、会社になってくるとこれは法律上人として扱うというね、えー、そういうことで契約の主体になり得るということになります。はい。ワンちゃん、ニャンちゃんは権利能力の主体にはなり得ないというね、えー、そういうことになってくるよと。こう思ってください。はい。で、とりあえず自然人。 と、法人という二つのね、えー、人、これがあり得るよ。で、自然人、生目の人間と思ってください。赤ちゃんでも生目の人間ですので、権利能力を持つということになります。ただ、0歳児に契約できる能力が実際に備わってるかどうかは別問題でして。はい、その、 実際の能力あるかどうかは別問題中いうのがその横の2番のしかしいいかとこう思ってください。はい、しかしいいか解説チェックを入れておいてください。権利能力が認められるものであっても、そのもののした行為の効果、すべてそのものに帰属することが妥当でない場合がある。例えば未だ3歳に満たない子供が両親から相続した土地を仲のいい友達にあげると言っても、それを贈与としてそのまま認めることは妥当ではないと。で、すぐした。権利能力の他に、さらに意思能力。3条の2や。権利能力が必要と。 ということで、一応自然人、生身の人間には、能力として3つ備わっている必要があると、ね。そう思ってください。権利能力、意思能力、行為能力というね、えー、この3つの能力が必要だと、こう思ってていただくといいかなとは思います。はい。えー、まあ、ここはもうね、読んでなんとなく分かったかと思いますけどもね、えー、3歳。 の子供がですね、えー、悪いおじさんに引っかかってね、えー、悪いおじさんがこう、アメちゃん持ってきてね、え君この土地の所有者だってと、ね、えー、このアメと交換しないとかね、えー、そんな風にこう言ってくる場合もあるわけですよ。でもその3歳の子供に、そんな契約の判断できる力は備わってませんからね、えー、そういった場合には、まあ、その場合は、仮にね、えア、ー、メと土地を交換するみたいなね、契約サインさせられてしまったとしても、それは無効だと。 何しは取り消しうるというような感じにしていこうじゃないか。これがその権利能力以外の能力のお話と。こう思ってください。ね。意思能力とかこういう能力、この後すぐね、またやっていきますけれども、まあ一応意思能力の中,中身、こういう能力の中身、また後ほどやりますが、とりあえず人、生身の人間である自然人には3つの能力の一応備わっている必要があるというふうに思っていただくといいかと思います。はい。 えー、その後で、えー、権利能力に具体的に入っていきましょう、えー。第1巻で権利能力と書いてありますが、横の位置はすでにもうね、えー、一応横位置で、えー、上の第1節のところで解説チェック済みですので、横位置サッと流し読みしてもらったら結構です。はい、えー。43ページ横の2番入りましょう。権利能力の式と書いてます。B ランクにちょっとしておいてください。はい。いつから、権利能力者というね、えー、こんな話です。はい。縦の位置、解説チェック入れちゃいましょう。えー、自然人、出生時から、 権利能力を取得する3条1個と。まあこれは復習の時にね、一度でしとけば結構です。丈文ね。で、2行目解析続けておいてください。母体から完全に分離すること。 というね、出生っていつってうと、まあ、出生ね、えー、頭の一部が出た段階ではまだ出生じゃないと。ね、こう思ってくださいね。ね、えー、完全にお母さんの体から出てきたというところで、ようやく出生であり、権利能力者になるというね、えー、こういうイメージともとってください。はい。その前の段階のことを何というかというと、胎児というね、えー、いうふうに言っていきます。2番のところに入りましょう。2番、胎児ですけども、胎児については、カッコの1、書き出しから解説してくれておいてください。胎児はまだ人ではない。 権利能力を有しないのが原則。はい。ここで一旦聞いてください。いいですかね。大事になるとまだ母体からね、完全に分離してませんのでね、えー、そういう段階ではまだ権利能力はない。ということで、大、え、事、ー、がなんかこうね、まあもちろん物理的にできませんけどね、大、え、事、ー、が権利能力者になることはないと。大、ね、事が相続するとかね、えー、そういったことも原則ないのがお話の一応出発点になっていくと思ってください。ただ、ちょっと具体例書いておきます。 はい。え A さん B さん夫婦の間に、まあすでに生まれてる、ね、え長男 C の他に、今、まだ妊娠中でお,お腹の中にいる赤ちゃん D がいると、こう思ってください。はい。この赤ちゃん、原則、権利能力なしです。権利能力なしではあるんですけれども、これ貫くと、 ちょっと可哀想なことにはなるわけです。ケ利ーロールなしということはもちろん契約できませんし、相続もできない。はい。原則相続も不可と。こう思ってください。だこれ貫いたら何か可哀想なこと起きませんか起きるんです。特に。 まあちょっとあんまり考えたくないですけれども、11月1日の午前10時にお父さんが亡くなっちゃったとこう思ってください。で、赤ちゃん生まれてきたのが、11月1日の10時1分。わずか1分遅かった。いうだけで、 これ10時の段階ではまだ D さん生まれてないからね。A がお父さん亡くなって相続、この段階ではまだ胎児だったとすると B と C だけが相続になるわけですよ。けど、わずか1分ですよ。わずか1分生まれてくるのが早かったら相続できたのに、1分遅れたがために相続できない。気の毒だよなというね、こういうところがあります。なので、 大事でも例外的に権利能力者扱いしようじゃないかというね、えー、そういった話に繋がっていきます。カッの一番、一行目の後半、しかし以下にちょっと話を続けておいてください、えー。しかし以下を解説チェックを伸ばしておいてください。しかし、やがて人となることが予想されながら生まれるのがわずかに遅いという単なる偶然によって一切の権利否定されるというのは均衡を失すると。納得できますわね。で、その次の条解説チェック伸ばしておいてください、えー。民法は以下の3つの場合、 対事も出生したものとみなすことにして、例外的に対事の権利能力を肯定し、対事の保護を図っていると。で、まだね、1、2、3のうちの1と3はね、何ちん分かっかもしれませんが、まあ一応2だけ理解できたら結構です。まあ一応解説チェックは3つとも入れておきます。丸の1、不法行為に基づく損害賠償請求721から丸の2、相続886丸3、 偽蔵965と。いうことで、まあ今議論したいのは丸の2と思ってください。相続のところね。相続の場面では生まれたものとして扱おうというね、こういう形にしまして、わずか1分遅れただけで相続なるのはならないというのは気の毒なんでね。相続などでは、 まあ相続などは可一緒に行きますね。相続などは可。不法行為の損害賠償請求も可依存、移受けることも可みたいな感じでね。えー、この三つ解説してくれたものだけが可というね。えー、例外的に可と思ってください。はい。ということで、まあ原則権利能力ないよ。 相続も不可になってくるのが原則だけれども、それ貫くと可哀想なので例外、ね、えー、相続などは可にしておこうというね、えー、こういう話と思ってください。はい。まあ、実際にちょっと条文886中ね、えー、条文確認しておきましょうか。886条。はい。886条を見ておきます。はい。886条の第1項をですね。えー、見ておきますと。まあ、ちょっと相続法の方なんで、ちょっと後ろの方ですが、えー、は。 相続については、すでに生まれたものとみなす。ということで、えー、これで相続できることになっていきますが、2項もあります。全項の規定は、 胎児が死体で生まれた時は適用しない。ということで、まあ、生きて生まれるのが条件だよ、というね、えー、そういうことになっていきます。はい。生きて生まれることが条件だ。ね、死体で生まれた時には、まあ、生まれたものとは見なすことはできないよと。まあ、これはまあ、確かにそうですね、えー。亡くなった場合には、まあ、権利能力者がなかったということに結局なるんでね。えー、一度も権利能力であったタイミングがないわけですからね。えー、なので、これはもう仕方がないな、というふうに思ってください。はい。ということで、まあ、大事ですね、えー。相続、生まれたものと見なす、というね、そういう扱いをしていきます。が、問題が生じます。 相続などはか、とはいうふうに言った。ものの。はい。これまあ一応1分の遅れだったからまだね、えー、まあ実際に1分後には生まれてきてるんで問題ないかもしれませんが、さあこれが話がちょっと別になってくるとややこしいことになってきます。はい。えー、お父さんお母さんがいるとして。で、お父さんが例えば11月1日の10時に亡くなっちゃいましたと。 で、同じようにシートで、胎児がいるんですけれども、予定日が翌年の3月末と、こうなることもあるわけですよ。これでも、一応胎児は生まれたものとみなすっちゅうことになるんでね。 これ相続は課になってくるんです。まだ3月末来てなくても。ただ、どうすんねんっていう話です。お父さん亡くなりました。例えばこう1000万の、ねえー、財産があって、この相続をしなきゃいけないと。相続しなきゃいけないけれども、この相続まあ、相続分でいくと、 奥さんが半分、で、子供たちが半分ずつというね、えー、そういう割合決まってるんだけども、胎児の名前で預金作ろうと思ってもね、誰かが代わりにやっていかなきゃいけないわけで、この胎児の代わりにお母さんが、そういった預金の契約とか、預金の契約するのに人が大きさかな。まあ、少なくとも遺産の分割ですね。分割をしなきゃいけないと。 これ遺産ね。えー、これ相続できるというふうにしても、これ分割がいるんですけども。D はどうすると。D が代理してやるのかと。どうすんだいと。この問題が生じます。でも、 出生した子の法廷代理。これは条文があるんですけれども、出生してない胎児の子の法廷代理は条文がないんですね。出生してきた子供の法廷代理権、出生した子供に対する親の代理権、これはあるんです。なんですけれども、 出生しない子の法定代理権については、これ、条文がない。どうしましょうということで、解釈が必要になります。はい。えー、とりあえず、カッコの2番のところに話が進んでいきます。はい。カッコの2番、これまあ、解釈論ということで、問題チェックをね、入れていくような感じになります。はい。カッコの2番、ちょっとね、問題チェックを入れておいてください。えー、胎児が出生すれば、胎児中の事件について主体として損害賠償でき。で、退児中に死亡者、数被ゾーの財産を相続し、あるいは、遺贈を受けることができ。 下の場合には損害場所請求できず、まだ相続することも移動を受けることもできないという点については争いはないと。なんだけど、次のページ。はい、44ページですね、えー。問題チェックを伸ばしておいてください、えー。では、胎児の間に母が胎児を代理して損害場所請求や示談、二三分割などをすることができるのかと。で、すなわちの後。す、え、で、ー、に生まれたものとみなすとは、 体児中は権利能力はないが、ただ無事に生まれてくると、体児の時に遡って権利能力があったものとして扱うという意味なのか、丸のに、体治中でも生まれたものとみなされる範囲内では、いわば制限的な権利能力があり、死団の場合には、体児中まで遡って権利能力がなかったものとして扱うという意味なのかと。はい。ちょっとここが問題になってくると,ということになります。で、これ今、版書したものとの関係でいくと、 出生した子の法定代理は条文がある。丸の二と考えるなら、B、代理可能になります。丸の二、退治中でも一応権利能力あるというふうにした上で、で、亡くなったら遡ってなかったことにしよう。と考えると、一応現状、退治中でもある。 権利能力ありという状態になるので代理も、でできるるとということになるんですよねでも丸の1、胎児中、権利能力なし。生まれてきたら遡って与える。という、そういう発想で行くんであれば、体治はやっぱり権利能力ないという状態で判断することになるので、代理は不可ということになってくると。さあ、どうしましょう。ということで。はい。ええー、まあちょっと判断ね。ええー、一応胎児の、 生まれたものとみなす。とりあえず相続になりうるっちゃなりうるんですけども、実際問題じゃどうすんのというところですね。えー、そこのところについては、どうするかですね。えー、退治中。はい。えー、その後出生中ね、えー。そういうことになってくるわけですけども、退治中。一番だと、 天皇なし。生まれたら、遡って、すみません、権力だったな。権利能力ですね。権利能力ありと。こうするのか。それとも、退治中。 死亡したら、遡ってなしと。どっちなんだと。はい。退治中、生まれてくるまでの間。これの扱いをどういうふうにしましょうと。原則権利能力ありの状態で見ていくのか、原則権利能力なしというのをやっぱりベースにしていくのか。どっちでいくんだというね、そういう話だと思っとってください。はい。 で、どっちでもいいんですけども、まあ、判例に従っておこうっちゅうね、えー、ランク B です。ここなんで B にしたかっちうと、まあね、出る頻度がそんなに高くないからですね。えー、頻度が高くないところは、まあ、覚えるのを増やさないという趣旨でも判例に従っておくのが楽ですね。えー、判例の解釈論、えー、解釈論の時には、判例と学説、大学なんかだはね、えー、なんか判例は万のぶずみたいな扱いですけども、実務に出るとね、判例は紙でも学説はゴミですからね。えー、そういう意味で、えー、ここの判例はまずは自説にしておく。ではまあ必須だし、ね、なおかつ覚えることを減らす意味でも、判例説 実質にするっっちゅうねそれがまあ理想的な形とこうもとってくださいはい。とりあえず、筋道一行目から理由を入れておきましょう。これは、基本的に、退治中は原則権利能力なしというところを貫くっちゅうね。えー、そういう発想になります。筋道一両理由チェック入れておいてください。現行法上、退治の財産を管理する法定代理人制度は存在しない。で、退治中に権利能力を認めても、退治の利益保護を図ることはできないと。まあ、ここですな。 さっきの、出生した子供の法定代理は条文あるんだけど、退治中の子供に対する法定代理権は条文がなくってね、と。ね、へ、え、た、ー、したらやっぱりお母さん悪さするかもしれんでしょ、と。ね、えー、お母さんも人の子ですからね、まだこの子退治だよね、と。私の方が取り分多くてもいいよね、みたいなね。そういうふうに、まあ一応、代理権与えたとしても悪さするかもしれん、と。そこに対する手当てがないんじゃ、ちょっとやっぱり退治さん、ね、えー、権利能力認める。 まあ、条文あるけれども、まあ、あくまでも暫定的なものにしましょうと。こういう感じになります。はい。よってから結論チェック入れといてください。はい。よって結論チェック入れときます。えー、退治中は権利能力ないが、無事に生まれてくると、退治の時に遡って権利能力があったものとして扱うと。こういうことでね、えー、とりあえず、一応886条の意味ですね。えー、退治、生まれたものと皆さん書いてるけれども、えー、ここは、ね、あくまでも確かに、 無事に生まれてきたら相続人になれますよと。でえー、ただし。 対峙の間はまだ、ね、権利能力ないものとして、やっぱり扱っていきまして、ね、生まれてきたら、対峙中の相続も有効にしましょう、ね、対峙中の不法行為による請求権も一応あったことにしましょう、とかねえ、そういうことで、とりあえずはもうやっぱり原則権利能力なしというね、えー、ここをベースにして考えていくというね、えー、そういう話なんだと思ってください。はい。えー、やっぱまあお母様人の子だから悪さするかもね、これ代理についてはね、よくよくやっぱ考えておかなきゃいけないのは、代理人が悪さするかもしれんというね、えー、そういったところがありますんで、まあどうしてもここはしゃあないよ、 というふうに割り切っていただいたらいいかなと思います。はい。アドバンスでいくと、カッコの、え、こちらが学説では確かに有力でね、えー、確かに、ま、経理能力は一応暫定的にあるものとしてする、っいうね、見解が一応多数ではありますけれども、まあ、法定代理人の問題ですね。えー、そこがあるので、カッコの B で行こう、というね、えー、これが一応判例の見解と思ってください。で、ちなみに、卓越試験では、判例学説分かれてるとき、判例で答えるっていうのがもうこれは不分立ですのでね、えー、その意味でもやっぱり判例で押さえておこう、っいうのをね、えー、一応覚えることを減らす、っていう意味でも重要なことになります。 っっててくくると思ってくださいはい。私のクラスはまあね、解釈論の99%近くはもう判例説になるかなというね、そんな感じですので、まあ一応判例説でいくよっていうね、そういう風にまあ一応方針は決めておくというね、そんな感じにしていただけると幸いではあります。はい。45ページ、過の3番持続しとけば結構ですし、ダイヤモンドね、えー、すみません、アドバンス言い忘れました。全体 T マークで、ね、付けといてください。アドバンスのところは T マークを付けといてください。 はい。ということで、まあ一応ね、えー、権利能力の一応始まりのところについてのお話は以上になります。はい。横の3番、周期についてね、横の3番、権利能力の周期に関するお話は C ランクに落としてもらって結構です。はい。生身の人間、いつ権利能力がなくなるか、まあそれは死んだ時だというね、そういうことになります。確保の1番解説してくれておいてください。自然人の場合、死亡時が権利能力の周期。 そうなります。死亡というのは一体何なのか、これまたね、哲学的な話になりますが、そこはまあ、今のところね、えー、その、えー、生命が止まった時っていうね、えー、そういうことで心臓が止まったとかね、動向が動かなくなったとか、まあ、3兆候とか、えー、3つの兆候ですね、えー、これで判断するというふうに言われておりますけれども、とりあえずは一応ね、えー、脳死は入れないみたいなね、そういう感じで思っててもらったらいいかなと思います。はい。なお書きは矢印59ページと書いておいてください。な、ね、おの3条については P59。 とね、入れといてもらったらそこでやりますんで、まあ、ここではノーチェックということにしておいてください。はい。カッコの2番。法人はいつ終わる法人の死ぬタイミングっていつっいうと、実はカッコの2番、これちょっとね、言葉を押さえておいてください。解説してく入れておいてください。えー、法人。で、ちょっと飛んで、生産血量時と。まあ、生産というね、えー、法人死ぬ時には、財産と負債。 これを整理する必要があるんですね。財産と負債を整理し終わった時というね、結領時し終わった時というね、そんな意味だと思ってください。はい。生産結領時には一応法人は亡くなった扱いにするというね、チーンと五輪重中ね。別に破産したからといってこれね、五輪重ではなくて、とりあえず生産結領生産終了というね、そのタイミングで一応ね、周期というふうになると思ってください。はい。続いていきましょう。第2巻。石能力のところに入っていきます。一応ランクは A にしといてください。思能力。 はい。えー、能力の二つ目になってくると思ってください。権利能力はもうね、あらゆるもの、あらゆる人であればね、えー、権利能力はありということになりますが、生身の人間でも意思能力が欠ける、というね、えー、そういう場面があります。はい。えー、条文確認しといてください。三条の二。はい。え三、ー、条の二を見ておきます。はい。えー、民法の三条の二。はい。えー、これを見ておきますと、えー、法律行為の当事者が、 意思表示をしたときに、意思能力を有しなかったときは、その法律行為は無効とすると書いてあります。まあ条文を読むときにね、えー、法律行為とか意思表示と出てきたら、もう今の段階では全部契約と読み替えておいてもらったら結構です。なので、3条の2、契約の当事者が契約したときに、 意思能力を失しなかったとき、その契約は無効とするっいうことで、法律行為と読んだら今の時点でも契約とね、えー、読んでもら,もらって結構です。ねえー、厳密な言い方はまた後ほどね、解、え、説、ー、してくれる場所が出てきますんで、今はもうとりあえず法律行為、一生時、全部契約とね、えー、翻訳してもらって結構です。はい。えー、契約どうでした 契約時に意思能力なかった時には無効にするっていうね、えー。そういったお話がこの3条の2ということになります。で、意思能力って一体何やねんということで、横の1番意味ですね、えー。意義に解説チェックをちょっと入れておいてください。えー、横1解説チェック入れておきます。意思能力。事故の行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力と。こう言っていきます。で、次の条解説チェック伸ばしておきましょう。言い換えです。すなわちなど。自分の行為によって、 自分の権利義務にどんな変動を生ずるのかが理解できる程度の能力と。いうことで、ね、えー、まあ、売ったらどうなる。 買ったらどうなるっていうのが分かる力ね。これ、初めてのお使いという番組がありますけどもね。えー、時々初めてのお使いで3歳の子供がね、買い物を行ってですよ。で、えー、これください、言ってね、物だけ持って帰ろうとかね。そういうのがあったりしますけれども、あれ要はその契約ね、買うっていうのがどういうことか分かってないですね。買うということはこれもらう代わりにお金出さなきゃいけないと。ね。その、買うということが分かる。ね。そういった精神能力がいるよと。で、大体やっぱ小学校の低学年ないはまあ幼稚園児でもね、あるかなという感じはしますけれども、やっぱ2歳、3歳の子供にはね、なかなか はじめてそのお使いでもね、えー、なかなかおじさんね、えー、店のおじさんが困ってるっていうね、そういう場面が、ね、あったりしますけれども、まあそういった感じですね。えー、意思能力ですね、えー。自分のやってる行為の結果がわかる能力ですね、えー。これを意思能力というふうに言っていくと思ってください。で、この意思能力はまあその後ね、覚書き書いてますけれども、基本的には小学校低学年と思ってもらったら結構です。ね、えー、まあ、売買でもね、え与、ー、でも、まあ基本的には低学年と思っていただいたら結構でしょう。はい、コメ印続けておきましょう。 はい。えー、コメント印で、イシム能力として扱うのの、じゃあどんな人ということで解説してくれておきます。イシム能力とは、例えば、幼年、高度の精神病。 あるいは、泥水により事故の行為による権能力の変動結果を理解できない場合ということで、意思無能力者の三類型ね、えー、よ、まあ、とりあえず極めて幼い人とか、あるいは人間ですね、えー、歳取っていってボケてしまうと、ね、これ精神病って書いてますが、要は高度の認知症とかね、えー、そう思っていただいたらいいかなと思いますが、まあ、認知症が激しく進んだ人みたいなね、そんなイメージと思ってください。あるいは、泥水によってね、これたまにあり得ますよね、え、泥水でね、何言ってるか分かんないというね、えー、そういうような状態ですね。えー、それも、まあ、一応、意思無能力と、 というふうに判断していくと思ってください。もうぐでんぐでんに酔わせてね。その状態で契約書サインさせるとかね。これは無効ですっていうね。そういう話になると思っておってください。はい。イシム能力の一応3パターンね。これはまあ一応3パターンそれぞれね、イメージして、ああ、なるほどね。というふうに思っていただいたらいいかなと思います。はい。で、これはなんでイシム能力無効にするのかというと、これは実は指摘自治の原則と関連してると思ってください。 はい、えー。指摘自治の原則のところのね、お話で、ちょっと板書したところにもね、なってくるかなというふうには思いますけれども、板、えー、書したものをね、もう一度ちょっと出します。はい、えー。指摘自治の原則のところでね、自由な意思で決めた以上拘束される。でも義務を負うのは自由な意思で決めたからであって、ね、意思能力がない状態であれば、自由な意思で決めたに当たらないですよね。 いいですね、えー。自由な意思で決めたとは言えなくなります。ねえー、2歳の子供が、ねえー、この、ねえー、土地上げるとか言ってもですね、えー、それは自由な意思で決めたとは、到底言えない。 えー、え泥酔状態で契約したとしては自由なしで決めたとはやっぱり言えない。というね、えー。そういうことで、指摘自身の原則の表れと、こう思ってください。まあ理由はちょっとね、趣旨が書いてませんけれども、これは指摘自身の原則ですよね。これの裏返しと、こう思ってください。はい。意思能力のね、えー、趣旨。指摘自身の原則の裏返しということになります。はい。横の2番入っていきましょうか。解説チェックをちょっと入れておいてください。えー、法律行為の当事者が、意思表示をしたときに意思能力を有しなかったとき、 で、ちょっと飛んで、無効と。で、二行目の三の二。というふうにね、チェック入れておいてください。はい。で、三条の二。これ、無効になるということは、これ、結局、どこの場面で使うかというと、これはね、また、レジュメのところは戻りますけれどもね、えー、レジュメで万書した、えー、ところになりますが、えー、無効ということは、結局、こういうことになりますね。薬場再建への反論として使えると。ね、えー、あん時お前、サインしたやないか。ね、泥水状態でサインしたやないか。金払えって言っても、いやいやいや、泥水状態だから無効や、というふうに反論できる。 あるいは、あの時にね、契約したもので、なんか、こう、ね、代金払わされたと。うん、おかしいと思った時にね、えー、代金。 洗ったものを返せと、えー。そういうふうに言えていける。ということで、まあ一応ここね、えー、使い方としては、えー、反論ないしはまあ取り戻しですね、えー。その場面で使っていくというね、えー、そういうことになると思ってください。はい。えー、以上で、石無能力のところの、まあ一周目としてはこれで十分かなというね、えー、感じになりますが、えー、一応、この2番ですね。えー、なぜなら印、5行目です。5行目もあるんで、5行目も一応解説してくれとおいてください。石無能力者保護のためと。 はい。なんで無効にするか。まあ、指摘自治の裏返しであるんですけども、一無能力者を保護する必要があると。自由な意思で決めたんじゃないんだから拘束する理由がないというね。えー、そういった意味です。ね。え、一無能力者の保護。ね。えー、厳密な言い方をすると、指摘自治で拘束する理由が書けるからというね。えー、そういうふうに、ま、一応厳密に言うと。ね。そういうところになると思ってください。はい。えー、いうことになります。はい。えー、今のところですね。レジュメロ。ね。えー、 思能力のところではありますけれども。 はい、えー。意思能力のね、えー、ところも、使い方、ね、えー、薬場再建への反論、利口者ものの取り戻しっ、ね、ちゅね、そこで、まあ一応使っていくぞ、ちゅうね、えー、まあ、レジュメでね、えー、ところにも、板書していただいた内容、ね、になりますけれども、まあ、そこをね、えー、再度確認いただけたらな、というふうに思っております。はい。えー、一応そのとこかな。で、米印はすいません、二週目にした方がいいかな。今の段階ではまあ、ね、ま、えー、一応二週目ということで置いといてください。コ、え、メ、ー、米印については二週目ということで、えー、今の段階では保留という形にしときましょう。はい。えー、第3巻、ちょ、 ちょっとだけ入りましょうかね。行為能力ということで、能力3つ目の話になります。はい。行為能力、横の1番、意義、A ランクにしときましょうか。はい。えー、横の1番、A ランクです。で、行為能力ってなんやねん。ということで、まあ、ここは、ね、意思能力でもない。ね、えー、全くそのね、えー、自由な判断力がない。ね、精神能力がないというわけではないんだけれども、判断力が不十分っていうね、えー、そういう人が出てきます。えー、これが行為能力に関する制度になります。縦の1、解説チェックを入れといてください。えー、行為能力。 自らの行為により、法律行為の効果を確定的に事故に帰属させる能力と。はい。ということで、まあ一応、有効に契約できる力。その3と思っていただいたら結構です。で、えー、その意味としては1行目の3、えー、最後のになってくるね、確定的に帰属させる。まあここをね、ちょっとよかったら入れとくといいかなと思います。えー、ここにちょっと鉛筆でね、えー、ぐるっと,っと囲っとってもらうといいかなと思います。はい。どういうことか、中途。 はい。15歳の子供が、で、えー、何かこう、物を買ったと。いうとき。この契約、一応、成立はしてます。成立はしてます。で、15歳ですので、意思能力。 not イコール三の2と書いてます。not イコール三の2ね、えー。3乗の2を使うことはできません。3乗の2を使うことはできません。けれども、不十分な判断能力であることは確かです。15歳となると、やっぱりちょっとね、えー、いろんなこう駆け引きなんかでこうやられてしまうというふうな可能性ってやっぱ出てきますよね。えー、そういった 能力が不十分であるならば、取り消し得ると。こうします。取り消し得るっていうのはこれ言い換えると、取り消しまでは、一応有効と。こうなります。 ということは、この少年15歳は、確定的に契約できる力はないわけです。取り消しうるという不確定な契約しかできないというね、えー、こういう意味で、行為能力者ではないと。こういう意味です。15歳とか、まあ、判断力不十分な人になってくると、その人の契約一応は成立します。成立はするんだけれども、で一応有効なんだけれども、取り消しうるというふうな状態になる。ということで、 この取り消しうる状態ではない確定的な行為ですね。これをする力がないよと。こういうことになってきます。 その意味で1番理解できますかね。自らの行為により確定的に帰属させる能力。まあ、これ青年であれば、ね、要は成人であればできるということになってきますね。成人であれば確定的に帰属させる能力があるというふうになっていきます。で、これ行為能力制度の一応ね、意義になっていきます。はい。えー、2番、行為能力制度、何のためにあるかですね。括弧の1番解説チェックを入れておいてください。えー、一般的、向上的に能力不十分と認められるものを一定の 3番で飛ばします。基準で確率的に定め。で、次の行。意思能力があったか否かを問わず、一律に法律行為を取り消すことができる。という制度ですと。はい。能力不十分な人を守るために、一律で取り消せる。 というね、えー、そうする制度が行為能力制度と、こう思ってください。要は、意思能力というね、えー、これだけではやっぱり能力不十分な人を十分に保護しきれないというね、えー、そういうところがあると思ってください。はい。その下、趣旨書いてあります。カッコの2番。まあ、ここまで解説チを入れておきましょう、えー。指摘自身の原則から、意思能力書くものの行為は無効。これは確かにそうなんです。これ3条の2ですよね。えー、3条の2からして確かにそうです。ただ、しかし以下続けます。丸の1。意思能力なかったことの証明は困難。 医師無能力であったことの立証困難救済し、医師無能力者の保護を図る必要もあると。さらには丸のに、意思無能力の立証されると、相手方の取引安全を害する。で、思能力のないものを定型化することにより注意喚起し、相手方の取引安全を図る必要もあると。で、そこでい,いか確実的な基準で定まる行為能力制度を設けたと。はい、ちょっとしかしの、 二つが、うーんとね、なりそうなところではありますので、ちょっとだけここを説明して、ね、一応第一回目は終了ということにしたいと思いますが、はい、えー、未成年者とか、ね、これを想定してると思ってください、ね。未成年者なんかを想定してます。で、過去の二番、これ、意思能力だけ、三条の二しかなかったとしたら、もしどういうことになるか、これ言ってますね。趣旨の書き出しですけどもね、えー、ここの、まあ、意思無能力、まあ確かにね、無効だというふうにな書いてある あるわけですけどもね。そこはもう理解してると思うんですけども、ここは言い換えるとこういうことを言ってます。もし3の2。もし3の2しかなかったら、ね、意思無能力の制度しかなかったらどうなる中途、丸1。意思無能力の立証って大変なんですと。ね、酔っ払って契約したっちゅうね、えー。酔っ払ってて完全に契約能力なかったというふうに言う。 なかなか証明大変です。ね。えー、どんだけ飲んだか。ね。アルコール濃度がどんだけだったか。そんなもう測ってる人ね。必要な人はないでしょうからね。なかなかこのイシ無能力っていうのは立証は難しいんだと。こういう意味です。でもイシ無能力しかもしなかったとしたら、能力不十分者が十分保護されない。これ言い換えると1の言い換えですね。不十分な能力のものの保護。これが 不十分になってしまうと。能力不十分者の方が不十分になってしまう。これ言いたいのが丸の1と思ってください。さらに丸の2。はい。石無能力になると確か無効になっちゃいます。無効になるとどうなるか。 取引なかったことになりますが、相手からしたら、え、ということになる。ね。えー、まあ、その酔っ払いのおっさんがね、契約した、酔っ払ってる時に契約したと。ね。えー、で、契約したものを取り戻すとかね、言われた時に、無効だと、もし立証されてしまったら、取引した人は、ちょっとね、えー、取引に対しての信頼が害されるということになってくるよね。相手方からしてみたら、え、 あの時無能力だったのかとね、えー。そういう場面も出てくるわけです。ねえーまあ、ここはもう少し場面変えた方がわかりやすいかな、えー。85歳のおじいちゃん。これがいると思ってください。85歳のおじいちゃんで、ね、ピンピンしてて、ね。しかもまあ結構格尺としてるところだわけね。時々まだらぼけになると。で、そのまだらぼけの時の状態でサインしたんだけども、その時はピンピンしてるんでね。え、あの時、おのおじいさん、能力なかったのえ、契約無効になるの勘弁してよって相手かと思いません これが丸の2の書き出しの言いたいことです。相手からしたら、え、あの時契約能力なかったんかいそんなん知らんかったわ。となっちゃやっぱ困るんでね。一定の累計に当たる人を一律取り消しと。 もう高齢者で判断力なければ一律取り消し、ね。こういう制度を用意した方が取引するときにより注意ができるんですよ。あ、このおじいさん、えらい高齢やなと。か尺としてるけども、うん、やっぱこう80後半かと、やばいなと。ちょっと。 契約、後からひっくり返されるかもなという警戒できますよね。いいですかね。行為能力という制度、これを設けることによって、相手が取引するときに警戒できて、余分な損害、被らなくて済むと。こういう話なんだと思ってください。 はい。ということで、えー、これが行為能力制度の趣旨だよと。ね、確実的な基準で、この行為能力制度を設けることで、もちろん不能、不十分な能力者を保護できるという点と、丸のに、相手も注意ができる取引前に、ね、えー、それで安心して、まあ、こういう時に危ないからやめとこうとかいう形にね、できるよね、というふうな制度を設けてるのが行為能力だと、思ってください。はい。 えー、過去の3番からすいませんに、えー、次回ですね、えー、2回目ということで、まあ、ライブクラスね、えー、準ライブクラスの方も含めですけど、まあ、一応、えー、ここは、え、いきなり縦2隅、え、縦二コマっちゅうね、ということで、ちょっとね、午後からの講義ということになりますけれども、はい、え、過去の3番から、えー、次回へということになります。はい、えー、そういうことで、まあ、一応1回目のね、え、復習の、え、ところも、まあ、いろいろとね、ありますけれども、まあ、あのー、論文用、ね、重要箇所のチェックシートね、これはぜひぜひ活用いただいて、え、ここに書いてある範囲では一応ね、え、なんとかこうね、答えれると。まあ、もちろん,こんな この中で2周目に回したものもね、ありますんで、あるいはこうね、えー、1週目では、えー、とば、ごめんなさい、2周目回したものでいいですね。2周目回したものについては、今の段階では保留という感じで、まあ、チェックシートでも2周目とかね、書いておいてもらったらいいかなというふうに思います。はい。ということで、まあ、このね、チェックシートもぜひぜひね、活用しながら復習をぜひしていただければいいかなというふうに思っております。はい。ということで、第1回これで終わります。どうもお疲れ様でした。